皆様、大変長らくお待たせいたしました。それでは、第一部の能の演目の解説を、関西流能楽師、坂口隆信様に解説していただきます。坂口様、よろしくお願いいたします。 え本日は地域創生シンポジウムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。えー、私、前座を務めます、関税流の学士の坂口隆信でございます。どうぞよろしくお願いいたします。<laughs> え私、あの、そのシンポジウムには、 ほぼ関係はございませんけれどもなぜあのこちらの方に今立っておるかと申しますとその場所があのこの能楽堂という場所で行われることで私今日呼ばれてまいりました、えー、このテレビ局の中に、えー、能舞台があるという極めて珍しい場所で私もこんな立派な舞台だということを今日初めて拝見しまして驚きとともに大変嬉しい思いでございます。えー なぜ、まあ、あのこの舞台を作られたかということは私は直接は存じませんけれども私は一旦あの今までの農学の歴史の中で、えー、こうではなかろうかということをちょっとお話しいたしますと、えー、私たち今まで室町時代から700年ほど続いてまいりますが江戸時代に大変農学は隆盛を極めました、えー、その時の池田藩の藩士であります池田綱正さん がですね大変にお能がお好きで、えー、江戸以外では岡山が一番農学者を抱えた藩でございましたまた、えー、池田藩の所有する能面能装束というのが大変多数ございましてまた、えー、戦火に遭うこともなく現在まで、えー、非常に良い状態で伝わっております。私ども 現在農部隊で使用しております我が家にも伝わっておりますけれども池田家伝来の農面農商族がた,たくさんございますそれによって私どもの縁農が支えられている部分もあるかと思いますそういった全国の中でも稀を見る農学の発展した県と 言っても過言ではございませんまたその池田綱波政公は、えー、早い時期から文化の地方文権を唱えられてその一端がこの農学に、えー、力を入れられたと聞いております、えー、そういったことがございまして おそらくこの RSK 様も新社くに能舞台を作られたんではなかろうかと私は推察いたしておりますともありましてもこのような立派な舞台に私本日舞うことができまして大変嬉しいとともに一つ能舞台では通常ございませんことがありますのはこの私の正面にございますここに本当は目付け柱といってここでございますね ここの四方のこの柱が本,来はございますで本日は私舞林というこの紋付姿で能面能所属をつけずに舞う形でございますのでこの柱を取り外してもよろしいでしょうかと聞かれましたのでどうぞ今日は見えてますので取っていただいて結構ですと申し上げたんですが本来能面をつけましたらこの柱がないと えー、目印がないもんですから、えー、全然下は能面をつけますとまっすぐしか見えませんですので、えー、この柱がないとどんどん舞台から落ちてしまうと,ということになります、えー、次に舞います時にはぜひ能面をつけて回させていただきたいと思います、はい、そうしましたら、あのー、本日ご覧いただきます「高砂と」と「船弁慶」という演目でございますが「高砂」という演目は「 室町時代より今まで一番親しまれてきた祝言の曲と言われております。 この祝言の曲と申しますのは、えー、お祝いですねこれはあの高結婚式の時など「高砂の席」というのが、えー、夫婦の席になっておりますけれども大変めでたい、えー、曲でございます。それはなぜめでたいかと申しますと「高砂の松」という松は雌雄がある雄と雌の松があってこう常緑樹常に緑があ緑で枯れることのない常緑樹その松のご神木として 高砂がですね住吉と高砂に夫婦が離れて暮らしてもこれは仲がいいとこういうことが和歌で読まれますで後半は住吉の明人という神様が皆様の長寿をことほぎまた悪魔を払ってですね幸せを祝うというようなさっそうとしたみずみずしい曲になっております。 はい、その祝言の高砂後の後に、えー、船弁慶というものを演じさせていますこの「船弁慶は」は、えー、前半と後半に分かれておりまして、えー、本日はこの後半だけを演じますけれども前半は源義経と静御前が大物の裏での別れをする。 静御前を置いて大松の裏から船に乗って、えー、義経は出航するわけです。でその前に一、えー、の谷で、えー 平家型を滅ぼしてですねそうして手柄を挙げるんですけれどもその後に、えー、兄のよりともに追われる形になりますそこで大物の裏から逃げ延びる逃げ延びるときに静か御前を共にするのはかわいそうということでそこでと、えー、遠の別れをしましてそして出航するわけですその出向をした時の えー、船の中船,船で、えー、旅立っていきますと天候が悪くなって一の体で滅ぼした平家の棟梁平友守の怨霊が現れて、えー、義経を襲われ襲ってくるとしかしながら、えー、弁慶によって、えー 弁慶の祈りによって祈り伏せられてまた智盛は海に戻っていくというお話でございます。えー、舞台上では本来はここのこのあたりにですね船が出ましてそして小一番先頭に義経が乗りその隣に義経を守る形で弁慶がおります。で主役はあの平の智盛が薙刀を持ってこの義経に襲いかかると言ったところでございます。 以前、あの船弁慶を務めましたときに、えー、今日の弁慶かっこよかったですって言われたんですが主役は弁慶ではございません平知盛でございますそこのところどうぞよろしくお願いします。えー、今あの、音が聞こえてきまいりましたがお調べというお囃し方が準備ができ整いましたということでございますので今から高砂をご覧いただきたいと思いますどうぞよろししくお願い,いたします。 はい、えー、これから簡単ではございますが、えー、林の、えー、解説をさせていただきます私はあの太鼓方コンパル流梶谷秀樹と申します、えー、おかげさまで今回ご縁あって、えー、坂口隆伸先生にお声かけていただきまして岡山出身であるということでかんせ解説を賜らせていただきますよろしくお願いいたします <laughs> まず林と言いましてもなかなか皆さんはお、えー 聞いたことはあっても、よくわからないって方がいらっしゃるといらっしゃるかと思うんですが、よく聞くのは五人林かと思います。ね、人本当は、ね、楽器を演奏したのは、先ほど四人でした。あと一人、歌いの先生が入って、五人林です。お雛祭りの、ね、時によく飾っている、あれですあれが五人林です。今回は、四拍子の解説を簡単にさせていただきます。 まず笛笛は旋律、ね、唯一旋律を兼ねている楽器でずっと吹いておりますね今日は名古屋の方から竹市先生に来ていただいております、ねえー、小鼓小さい鼓と書いて小鼓ですね、えー、おのおが八拍ありましてその下の句の方を、ね、担当する役割をおまかに賄っております続きまして大鼓大きい鼓と書いて大鼓今日は、えー、えあすいません失礼しました、えー 交流の飯田,さんという方が飯田先生という方が九州,か九州出身なんですが今東京で活躍されておりまして今日来ていただいておりますえ続いて「えー、大きいなさずみ」と書いて「大鼓え」今日は門の流の大家元の、えー、亀井宏忠先生に来ていただいて後でね詳しい皆さんに出ていただいて詳しく一つ一つの楽器の説明いただきますあとは太鼓ですね太鼓の説明が私がします、ね、皆様よくね お々のことね知ってるけど詳しく知らないってことをよく聞くんですがこれ専門なんです専門っていうのはですね笛の方は一生笛しか吹きません舞台に上がる時は早い仕方だからといって小鼓打ったり、ね、大鼓打ったり太鼓打ったりすることはありません鼓も一緒です。 して方の先生もして方だからといって鼓を打ったり、ねえー、小鼓、ね、やったり大鼓やったり笛吹ったりすることはありません一生もうあの一つの楽器に決めた笛に決めたなら笛をずっと一生やり続けることになって専業的な仕事になっています、はい、そこで林と言いましてもいろんな林があります先ほどね、えー、見ていただいた高砂これ舞林してがさっそうにね今回高砂でしたねさっそうに舞う。 ね、してがいて、ね、他に渋滞がいて、え子方がいる。これ、舞囃子と言います。あと、素囃子っていうのがあります。素、ね、何もない素ですね。素、それは囃子方だけ。囃子方だけが演奏する素囃子っていうのがあります。あと一つ、井林。井林っておりまして、今回は、歌いの先生もいて、え子方もいるんですが、舞う方がいない。これ、井林と言います。あと一つ。 番囃子っ,っていうのは全くお能と一緒でお能と一緒なんですが座って林子かざついて打ってるんですが実はまったりしません歌いの部分だけ歌って一曲通してあるちょっと長めなんですがね「万囃子」っていうのがありますこの4つがありますそれではの先生に出ていただきましてここに説明いただくよろしくお願いいたします。 はい、竹内先生お願いいいたします、はい、ますははず笛の説明からさせていただきます笛なんですけれども脳に使う笛なんですけれども今手元にないんですが先ほども見てたようにここに懐に筒が刺さっておりましてここに入れて舞台に登場しましてここから出しております。 えー、先ほどの解説もただ単に笛と言ってましたけれどもまずは横笛でございます横笛の中でも、えー、いろんな種類の横笛になる中で、えー、脳に使う管楽器なので脳に脳管というね名前がついています脳に使う管楽器なので脳管という正式名称でございます素材は竹なんですけれども皆様の方がちょっと遠いですが非常に 黒っぽく見えると思います、えー、竹を切ってすぐ笛にできるわけではなくて、えー、昔の民家の屋根ですよねかやぶきの屋根なんかの下に100年ぐらいしっかり置いて下でい,らりいろりで、えー、しっかりと乾燥した竹をリサイクル素材で笛になっております一番の特徴は非常に鋭くて大きな音が出ることなんですけどもそれは 笛のこの農漢独特の構造に由来するものでございます。私今握りましたそこの左側皆様から見て右側に息を入れるところ左のところに指輪穴がありますけれどもそこの中間点一度作った笛を切断しまして真ん中にもう一本細い笛。 管が入っていますどういうことかと言いますと一度入った息が私握ったところ狭いところを通ることによって一度圧縮されて音が出る、えー、水をホースで遠くに巻くときに遠くにしようと思ったらホースの口をぎゅっと締めると勢いがつくと思いますその構造を誰かが この笛に入れようということをね、えー、発明したんですよね、えー。そういう変わった笛なんですけれども、そのためにできないことがありまして、オクターブが揃っておりません。音階が全く揃ってないっていうのも特徴になっております。はい、以上ね簡単でございましたが、のンの笛の説明でございました。えー、それではあのこれから打楽器の 分野にきますすんですけど,ですけど私の前にありますのが小さな鼓で、えー、小鼓といいます、えー、素材なんですけども真ん中のこの黒い部分、えー、桜の木でできておりますそれから2枚の革、えー、でできています2枚の革これあの実はの馬の革です、えー、今日割と比較的新しい革で100年ぐらい 立ってますけども、あの真ん中の道はあの江戸後期ですか、300年ぐらい立ってます。そういったあのまああの、えー、素材でできてまして、特徴的なのはことないの あのあの大きな鼓で大鼓なんですけど仮面接の前にありますがあの全く素材は一緒なんですがあの全くそのあの性質が違いまして、えー、こちらはあの湿度を好みます大鼓は乾燥を好みますであの左手で持って右手で打つでか下から打ち上げるという形であの非常に変わってるんですけどもあの自分で、えー、打点が見えません。 構えをちゃんとしておかないとあのちゃんとしたところにいか,かないというのと左手で、えー、握りを変えることで演奏中に音の高さを変えることができるということでちょっっとやってみます、はいえー、私の方は大きい鼓と書いて大つづみと呼びます今の飯田先生お隣の方は小さい鼓と書いて小鼓と呼ぶ。 えー、先ほど先生がおっしゃったように構造は全く一緒ですが小鼓の方はですね、えー、このように、えー、握って打つ音と手を離して打つ音4種類音を使い分けることができますはいじゃあ飯田先生ちょっとあの向こうへ向いていただいて皆様飯田先生の左手を注目してくださいまずは、えー、離した音これ「ぷ」と呼びます。はいプー プー、我々このように音を擬音で表しますポポンと聞こえるはずですねはい今度あの握った音でチチ次はこれを強く打つとタタタでまた今度に離してプーポはいありがとうございましたこのようにですね小鼓は打ちながらチューニングが可能となっていますあの 湿度を、ね、好まれる、えー、楽器なんですが、えー、途中で,です、ね、少しあ,の、まあ、あんまり、えー、そうですね少しあの息をかけたり少し湿らせたりして川に潤いを与えながら演奏するのに対し私の大鼓は。 湿度が最も嫌う楽器なんです私は東京から参ったわけなんですが自宅でですねこの馬の皮をストーブに当ててあ能の楽屋では常設の炭,炭が用意されてるんですけどもストーブでこれ1時間半ぐらい熱してで今この楽屋で,でもですね1時間半ぐらい熱して。 乾燥させる水分を飛ばすそして締め上げるなのでですね、えー、少し私の方の大みは固い音になりますこのように小みさんがですね柔らかい音だったのに対して大みはしかもより高く音を出すために右手にもプロテクターをつけてます。 ちなみにこれは馬真鍮ですね鉄のわが根に馬の皮を貼り付けてあるなおかつ乾燥させ締め上げるので手が痛い保護,の保護も兼ねて音をかく高く出すためも兼ねてのプロテクターとなっておりがとうございました。あじゃあこれは次は次太鼓に行きます。 はい、太鼓の説明をさせていただきます、えー。作りはほぼ一緒なんですが、違う点がいくつかあります。まずお分かりかと思うんですが、まずバチを使って打ちます。あと一つは太鼓を台にかけて打ちます。太鼓の台なんですが、昔太鼓っていうのは台がありませんでした。ね、太鼓がなくて皆様お聞きしたことがあるかと思うんですが、太鼓持ちっていうのがおりました。実は本当におりました。太鼓持ちが持って売、えー、ってたんですが、えー どうしても太鼓持ちが前にいると打ちにくいなあということで昔の古い絵元がお昼寝をしている時にパッと思いついたのがこの跡ですね。ですから人型にして,ますして見えますちょっと今外してみますね。 はいこのように人の形になってますこれ太鼓の台の特徴でございます、えー、これがまあ生み出されたのがこれ明治時代ぐらいですかねはい確かそれぐらいに考案されたと思いますはいじゃあ太鼓の方もですね音をあ太鼓は我々小鼓大鼓は手で打つのに対し唯一バチを使って打つはいこれ太鼓も音を擬音で表すんですねはい。 つくつくつくと聞こえるはずです。ちょっと打ってみてください。つくつくつく。はい、これを大きく上げるとテンと聞こえるはずです。はい。 ありがとうございます大み小み笛は、まあ、我々脳の音楽でですね、えー、脳の林で一番重要なのは音とともにこの掛け声というのがあります。「陽」とか「ほ」とかこれは実は、ね、あの楽譜がちゃんとあるんです。我々1泊から1「1 2 3 4 5 6 7 8 パを一小節一小節と言わないで一鎖って言い方します次の小節を二鎖目と言い方していたしますこの掛け声で今何パを小鼓は打っている太鼓は打っている笛は吹いているというのをお互いに知らせ合う役目を担っているのが掛け声 はい、じゃあ梶谷先生ちょっと飯田先生、えー、竹石先生ここでですね後でやる「船弁慶」この一部分のですね舞をちょっと、えー、林だけでちょっとお聞きいただきたいと思います。 今のはですね、後で船弁慶で、えー、坂口隆信先生扮される平知盛が、義経や弁慶に亡霊となって襲いかかる。 なぎなたを持ってですね襲いかかる場面のところを、えー、演奏させていただきましたはい、えー、以上が、えー、能楽、えー、林、えー、の、えー、説明をこれで終わらせていただきます次の船弁慶も何卒よろしくお願いいたしますご静聴ありがとうございました これより休憩に入ります。休憩時間の中で第2部の講演の準備をさせていただきますのでご了承ください。 皆様本日はようこそお越しくださいましたそれではただいまから第2部を始めてまいりますここからの進行は RSK34 放送の奥富涼子ですよろしくお願いいたします 2> <拍手 S 1> 2> 第2部は地域創生シンポジウム「地方が輝く時代へ」と題しての講演会ですさらにその後第3部パネルディスカッションへと進んでまいりますそれでは講演会です 日本列島改造論田中角栄元首相を偲んで小永圭一さんによる講演です小永さんの経歴を簡単にご紹介させていただきます小永さんは岡山県備前市のご出身岡山大学法文学部卒業後通産省に入り通産省秘書官総理秘書官として3年半田中角栄氏に仕えましたその後事務次官を経て退官しアラビア石油の社長などを歴任 91歳の現在は弁護士としても活躍なさっていますそのキャリアの中でも小永さんが深く関わられた田中角栄元総理の著書日本列島改造論当時は大きなブームともなりましたこちらにまつわる秘話ですとか角栄さんのリーダー論さらには日本列島改造論から読み解く今の地域創生への思いについてお話しいただきますそれでは拍手でお迎えください 小永圭一さんですよろしくお願いいたします、えー、皆様こんにちは、えー、ただいまご紹介をいただきました小永でございます、えー、今年は 日本列島改造論出版50周年ということでございましてう今日こういう機会を与えていただいたことは大変私にとっても幸いなことでございますそれでは早速中身に入らせていただきたいと思います、えー、ちょうど51年前田中通算大臣が就任されて 私が秘書官に任命されたわけでございますが、えー、2か月半ぐらい経った時に田中さんから「自分は大議士1年生の時から25年間国土開発の問題にずっと,と取り組んできたんだけれどもこれを一冊の本にまとめたいと思うんだけれども手伝ってくれるか?」というお話がございましてこれはもちろん喜んで。 お手伝いさせていただきますというところから、エレクトー改論が始まるわけでございます。それで、通算省の若手、私以下5人と、出版社を日韓工業新聞社に決めたものですから、その新聞社の記者10名と、15名のチームを編成いたしまして、田中さんのレクチャーを聞くというところから、作業が始まったわけでございます。 えー、大臣室の大きなテーブルを囲みまして、えー、田中さんのレクチャーは4日間、えー、1日6、7時間ということでございましたけれども、まあ、とうとうと水が流れるがごとくに、えー、戦後の国土開発の歴史から現在に至るまでの、えー、流れを、えー、細かく説明をされたわけでございまして、えーまあ、私どもは目を取るのが精あ精一杯と。 いうことだったわけですけれども、まあ、田中さんのユーモアに富んだお話ぶりにですね、半分聞き入ってしまったところもあったわけでございます。そして、執筆にかかるために15人の分担を決めまして、まあ、1年後ぐらいを出版ということで、原稿用紙に向かったわけでありますけれども、 ちょうどその総裁選挙があるということで、出版の日程が3か月繰り上がりまして、6月末までに本を作ろうということで、最後の2、3か月は、まさに同日返上の作業ということになったわけでありますけれども、おかげさまで昭和47年の6月に出版ということになりまして。 まあ田中ブームを呼び起こすような感じになりまして、93万部の本を売り切ったわけでございまして、出版社がもっと大きな出版社であれば300万部ぐらいいったんじゃないかなっていうまあ当時噂されるぐらいの人気ぶりであったわけでございます。それで田中さんのブームがなぜ起こったんだろうかというのをこういろいろこう今から振り返って。 見ますすとですね、えー、やっぱり日本列島がそのものがですね過密過疎ということで、えー、悩んでおったわけでございましてそれに対する処方箋を具体的に出したということが一つのまあ、えーえー まあ人気を呼んだポイントになったんではないかということでございますし、もう一つは、田中さんがまさに学歴は高等小学校卒ということだったわけでありますけれども、今代行と言われて、しかも国土開発の問題については、右に出るものがないというぐらいのえまあ力量、執権を持っておられたということ、その方のご本だということで、 人気を呼んだとといいうう面がああったでではないかと思うわけでありますそれで、列島改造論の中身にちょっと触れてみたいと思うわけでありますけれども、えー、当時といいますか、戦後、日本は表日本、裏日本というような言葉が一般化しておったわけでございます。 ただこれは実は、徳川400年、そしてその後の明治の20年代まではですね、その表日本、裏日本ということはございませんでした。むしろ当時はですね、えー、内日本、外日本と、日本海側が内日本、太平洋側が外日本と言われておったわけであります。と言いますのも、徳川400年、そして、 明治20年代の前半まではですね、まさに日本海側に北前線という船が通っておりまして、これは大阪から瀬戸内海を通って下関を回って、日本海へ出て、そして富山、新潟、秋田、北海道とつながる北前線というのがあったわけでございまして、これ、日本海をめぐる大 輸送ルートででああったわけでありますでまさにその今で言う裏日本側もですね当時は大変栄えておったわけでありましてまさに内日本と言われておったわけでありますそれがその明治二十年代以降ですね工業化が進むこと段階でまさに今で言う表日本に工業地帯ができて 裏日本のサイドは置き去りにされたということで、表日本、裏日本という言葉ができたわけであります。で、新潟生まれの、えー、田中さんにとってはですね、その裏日本というのはもうそもそもおかしいんだと、えー、日本列島の均衡ある発展を図るためには、えー、まさに、えー、表裏というような言い方を直すことに。 心がけなけななればならないまさに国土の均衡ある発展というのがポイントであるというところから、えー、裏日本、表日本を是正しようということで、国土開発法という法律を議員立法でやるわけであります。これは昭和27年に法律はできるわけですけれども、そういう努力をされたわけであります。 それから、その水力発電はですね、戦後、米軍がこれは賠償対象だということで、取り壊して、フィリピンあたりに持っていこうということを考えたわけでありますけれども、田中さんは一、まあ、年生議員として、猛然とそれに反対をして、水力発電はまさにこれから電力、エネルギーの、 原動力ということになるるのでで平和日本のシンボルであるとこれは賠償の対象とは何事だということで新中に、進駐軍と猛烈な交渉をして、結局、水力発電所を残すことに成功したわけでありまして、それが電源開発促進法という法律の原点になるわけであります。それから3 3番目にですね、えー 有料道路法法という、まあ、法律それまでは日本全国の道路は無料公開ということで、えー、まさに行動は無料であるというのが原則だったわけでありますけれども2地点を結ぶ第一の道路は無料公開の原則でいいけれども2番目の道路は有料道路であってもいいんじゃないかという議論で田中様は有料道路法という。 のの制定に、えー、これも現理法でありますが成功するわけでありますそしてそれを踏まえてですねガソリン税を、えー、導入をいたしましてそのガソリン税から取った、えー、税金の上がりをですね道路財源に使うという道路特定財源をガソリン税に求めると いうことを、まあ、立法したわけでございまして。これも、現立法で、あります。で。その。田中さんが、その。現立法をやったおかげで。それまで。数百億円単位の。道路の予算がですね。二桁上がって。一兆円、二兆円単位の。 道路財源ということになったわけでありまして、これが日本全国の高速道路網、それから国道の改善ということにつながっていったわけでありまして、まさに今日の日本の原点、道路網の建設ということに力を尽くされたということでございます。それから4番目にですね 道路失礼住宅政策につきましても、ですね住宅というのから私有財産だと、したがって国が関与するのもおかしいというような考え方があったわけでありますけれども、まあ、それを、考えを改めて、ですねまさに都市づくりのためには住宅が必要と、住宅は人にとってはまさに生活の原点であると。 貸しを作る、えー、借金、えー、家,賃家賃を取って、えー、住んでもらうというその住宅を作るための住宅公団と自分の家を作るためのお金を,を貸すための住宅金融公庫というのを作ったのを 田中さんが一役買っているわけでございますそれから次にですね、利用者負担という、税金の取り方に利用者負担という考え方がを導入したのも田中さんでございまして、これは水,水から税金を取って、それをその水資源公団に入れて、そしてそれを、 その農業用水、工業用水、そしてまあ洪水対策としての治水政策等々に使っていくという利用者負担の原則を導入したというのもこれ田中さんの功績でございます。それから私のおりました通産省関係で言いますとですね、戦後は石炭がエネルギーの 主要のエネルギーであったわけでありますけれども数年して石炭から石油エネルギーの中心が変わっていったわけでありますで、そのことのために石炭を掘っておった三炭地は相対的に大変さびれると荒廃するということが起こったわけでありますけれどもそれに対して三炭地振興ということで 三単市に工場を誘致して山から山で質疑をした人たちを救う努力をしたということも田中さんの仕事の一つであったわけでありますそれから田中内閣の末期に原子力発電昭和49年に 原子力のための法律を3本作ったわけであります。まあ、現在は例の福島事故以降ですね原発はやめろというような議論が出ておるわけでありますけれども当時はですね、まあ、国産エネルギーともいえる原子力というのはもう主要電源の一つであると絶対やるべきだということで原子力発電の 原子力3法という三本の法律を作ったわけで、えー、あります、えー、けれども、それによって、えー、その福島事故が起こるまでの間、約50箇所の原子力発電が日本全国で稼働するというような状況になっておったわけであります。まあ、資源源に乏しししい日本ととててはは、ね、将来の電源としてはやっぱり もう一回、原子力を考える必要が出てくる場面があるのではないかなと、私はひそかに思っておりますけれども、えーまあえー、昭和49年の段階で、えー、エネルギー政策の中心に原子力が座っておったと、それの功績は田中,さん田中総理にあったということをちょっと皆様方にご報告をしておきたいわけでございます。 まあ以上のようなことを、田中さんは、大議士1年生から、そして総理大臣になるまでの間に、国土開発の観点から努力を積み重ねてきたわけでありましてですね、それだけでも大変な功績があるんではないかと思うわけでありまして。 ちょうど亡くなられた石原慎太郎さんがですね「天才」という小説を書きましたでその中で石原慎太郎さんが述べておるんですけれども自分は政治家としては反田中であったと、えー、特に日中国交正常化のタイミングで中国と手を結んだというのは台湾にまだ 介石、えー、総統がご尊命であったということでもあってですね少し時期が早かったんじゃないかということで、えー、石原慎太郎さんは政蘭会というような、えー、政治グループを作って、えー、反田中の旧戦法だったわけでありますけれども政治家を辞めてあ一作家となった段階で戦後を振り返ってみるとですね これ,これほど立派な業績を残した政治家はいないと、まあ、たまたま国土開発の問題では今、ご説明したとおりのような実績があったわけでありますけれども、それを踏まえると、まさに、えー、作家として見た場合、えー、戦後の田中さんの業績というのは素晴らしい、一冊の本に残すのは当然だという、まあ、あの この言葉を残しておられるわけでありまして、それが「天才」という小説になったわけでありまして、なんか発行部数100万部を超えたという言われておりますけれどこれは本当かどうかよくわかりません。まあ、そういうことで、えー、田中さんの業績の一端を皆様方にご報告したわけでありますけれどもですね、 あの列島改造の中身にちょっと触れてみますと、ですね、えー、田中さんは、平和と福祉をに徹しようということを全体のテーマにしております、平和国家の生き方を堅持して、国際社会との協調を融和というのを心がけていこうということをあの歌っておるわけであります。 これは最近のウクライナ問題なんかを踏まえますと、ですね田中さんの考えておった国際、えー、秩序のあり方とは、真正面から対決することをロシアがやったわけでありますから、えーま、戦後の秩序を破壊する行為として、われわれはこれは真正面から糾弾していかなければいけないんじゃないかと思うわけでございます。これはちょっと私の試験でございます。 それから、その明治 100, 100年は国土維新だということを田中さんは強調しております。えー、ちょうど、列島改造論各2、3年前がちょうど明治100年ということになるわけでありますけれども、まさに国土維新の時代であると。えー、特に過密過疎の問題が、えー 起こってきておってこれを直していくというのがこれからの日本の課題であるというのが歌われておるわけでありますそしてその次に田中さんは人のと経済の流れを思い切って変えようと東京へ東京へという人物金情報の流れを思い切って地方への流れに変えようじゃないかということを歌っておりまして そのことのために、えー、国の税金、えー、財政資金の流れについてもです、ね、思い切った措置を取ろうということでございます。日本で邦解除の中でも、税制の問題については、東京に新しく立地する企業からは、えー、税金を取ると、そして地方に行く企業に対しては、思い切って税を軽くするというような。 まあ禁止と誘導というような税制措置を取っていこうじゃないかというのを、冷凍改造論の中でもうっているわけでございます。それから、田中さんは、冷凍改造論の結びのと、除の部分は、ご自身の新筆ということでございまして。 それ以外の分野は、私どもゴーストライターが分担をしたということなんでございますけれども、もし機会があれば、真ん中はともかくとして、結びと序の部分だけはお読みいただければ大変幸いではないかと思いますが、田中さんはそこではまさに朗朗とですね、田中節を述べておるわけであります。 いっとその一端をご披露を申し上げますと、ですね、えー、日本列島改造論は、人口と産業の地方分散によって過密と過疎の同時解消を図ろうとするものであり、その処方箋を実行に移すための行動計画であると、これをまあ一言で言えば日本列島改造論の本質でございます。で田中さんが特にその 力を込めて言ってっおりますすのはですね最後のところなんですが私は政治家として25年均衡が取れた住みよい日本の実現を目指して美力を尽くしてきたと私は残る自分の人生をこの仕事の総仕上げに捧げたいと思うそして日本中の家庭にだんの笑い声があふれ 年寄りが安らぎの余生を送り、青年の目に希望の光が輝く社会を作り上げたいと思うと、と結んでおるわけで、えー、ありまして、まあ、田中部氏の真骨頂がその辺にあるのではないかと思うわけであります。で田中内閣は、えー、列島改造論ができて、えー、それは47年の6月に出版をしたわけでありますが、 田中内閣は47年の7月に発足をいたしましたまさに列島改造内閣ということに謳われたわけでありまして、田中さんも列島改造論に真正面から取り組もうということで、やったわけでありまして、まあ、列島改造懇談会というようなのを作って、作ろうということを始めあの、新聞に発表いたしましたらですね、 全国各地から次、次選多選の、えー、委員候補が100人、1 2 30人出てまいりまして、これはその中から20人、えーそれ、委員として選び出すのは難しいということで、その懇談会を作るのは諦めまして、総会方式の会合を3回やって、えーまあ、その懇談会はやむにしたんでありますけれども、まあ、それぐらい、 人気が、えー、人気絶賞という、えー、こととになったわけであります、えー、ところが、列島改造論が出たおかげで、えー、日本列島全体が地価が上がってくるという地価上昇の動きが出てまいりましたし、えー、それから1年ぐらい経った段階で、第一次石油危機というのがあ起こって、えー、まあ、 えー、列島改造に取り組んでおるときではないと、まさに危機対策を、ま、優先課題とし,として取り上げていかなければいけないというようなことになりましてです、ねえー、田中大学時代には、列島改造論の議論は、政策はそれほど進展はしなかったわけでありますけれども、その後の大平内閣で、えー、田園都市、うん 国家構想、それから竹下内閣で、一寸1億円構想といったようなものが出ましてです、ね、地方振興というのは、やっぱり政策の流れとしてはずっと続いたわけであります。でおかげで、今のパナソニックさ、まあ、当時は松下電機でございましたけれども、全国の一軒一工場。 全国的に工場を作っていただきましたし、トヨタ自動車さんもです、ね、東北と北九州に工場を作るということで、進んで日本の大企業が地方分散というのをずっとやってくれる風潮が出てきたわけでありまして、大変良かったなと思ったんでありますが。 ちょうどそのその頃からグローバル・グローバルゼーションという動きが出てまいりまして、まさに地方に出ていった企業が、まあ、今度はそれは外国、発展途上国に工場を移すということになりまして、地方は逆にその工場が出ていった分だけ空白がまた象徴すると。 いうことになりまして大きな流れとして言えば、上司傘の問題というのは、一一たん解消に向かったんですけれども、また途中で挫折をして、そして今、ま、日、あ、に至っているということでございまして、上司傘の問題というのは、今でもまあ残っている大政策課題ということでございまして。 現在の岸田内閣も、デジタル田園都市国家構想というようなことを掲げておられまして、まあ、具体的には今、審議会で方法論の議論が進んでいるようでありますけれども、まあ、一日も早く政策が具体化して、方向づけされることを私は心から期待をしたいと思うわけであります。 で最後にちょっと残された時間はもうあと <laughs> 2、3分でございますけれども、最後に田中さんの冷凍家族から離れまして、一政治家としての田中さんの力というものを合告したいと思うわけでありますけれども、私はリーダーの資格としては4つの力があるんじゃないかと、その1つは人間力。 一つは構想力、一つは決断力、一つは実行力ということでございます。で、人間力という感じで言いますとですね、田中さんの場合には、総理大臣になって、つまり、偉くなっても下から目線ということでですね、えー、常に相手の気持ちを思いやり、えー えー、忖度しながら、ことを進めるということに徹していました、えー、そして、えーまあ、リーダーとして非常に優れていると思いましたのは、相手のモチベーションを高めることに、大変なああの、まあ、力を発揮したということが言えるんではないかと思います。 しかし田中さんにそういう「あなたは天才的な力の持ち主で」っていうようなことを言いますととんでもないと努力なくして天才なしだよと俺は幼少の頃は口がのぼっておったんだとそれを治すために毎日家に帰って小学校から家に帰って山に向かって発声練習をしうちの風呂,に風呂に入って通う。 曲を歌うといったようなことで、えー、直す努力をしたと、まあ、それで、まあ、今のように朗々と人の前でもよど、えー、みなく演説ができるということになってるんだけれどもまさに努力なくして天才なしなんだよっていうようなことを、まあ、言ったのを思い出すわけでありますが、まあ、人間力というのはそういうことではないかと思います。それから構想力と これはもう日本列島改造論に見つけるわけでありまして、ですねそれから決断力、これは日中国交正常化、あの時点においては、ですね日本の政界の大多数の保守的な議員の方々、これは当時の岸信介先生とか、福田赳雄先生とかをはじめとした先生方は、日中国交正常化はあのタイミングでやるのは早いと。 というのは台湾に蒋介石総統はまさに敗戦のあの時点において中国大陸にいた在留日本人それから在留の日本軍の連中30万人ぐらいいたわけでありますけれどもそれ一人の死傷者を起こすことなく 見事に日本へ送還をしてくれたと、その恩人は蒋介式総統であると、その蒋介式総統がまだ台湾でご存命であるときにですね、えー、中国大陸の共産人民、中華人民、共和国との間で国交をやる、正常化するというのは早いと。 いうのが、まあ、あのた大多数の議論だったんですが田中さんはですね確かにそういう、えー、恩義を感じることはあるけれどもしか,しかし今毛沢東周恩来という革命世代第1代が生きてるうちに国交を正常化しておかないとですね2代,2代目3代目となるとなかなか話が運ばなくなると。 でしかも中国側が今やろうと言ってきてるんだから今この時期を一するべきではないという判断からですねそうう反対論を知って、えー、決断をして中国へ行ったわけで、えー、ありますでアメリカが中国と国交正常化をするのはそれから数年後ということでありましてまさにあの時点で田中さんが決断しなければ 日本の国交正常化のタイミングは10年ぐらい遅れたんじゃないかと思われるわけでありますけれども、おかげで中国との間の貿易関係が今日のように発展してきた原動力というのが、あの時点の国交正常化にあったわけでありまして、その決断力というのは高く評価されるんではないかと思うわけであります。それから実行力とという点でで見ますとですね これ郵政大臣の時に、えー、テレビ局の一斉免許というのをやりました、まあ当時は、えー、1年に1局か2局かということの免許のだったわけでありますけれども田中さんはこれからはテレビ自体だともう思,いもう思い切ってやらなきゃいけないということで30数,数局、まあ、全国のテレビ局を一斉に 認可をしたわけでありましてまあ、それが日本のテレビ時代の幕開けにつながったということでありますそれからその45歳の時の大蔵大臣の時に山内証券が潰れかけたわけ証券恐慌で潰れかけたわけでありますけれどもそれに対して日銀から特別金融を出すということによってその、えー、山内証券を,を救う こと結果的に証券強行を防ぐということにつながったわけでありますけれどもまあそういう判断をしたのも大蔵大臣の時の、えー、実行力の一つのポイントではないかと思います通産大臣の時には日米戦意交渉大平大臣宮沢大臣二代の大臣をもってしても解決できなかった話を 三代目の田中大臣が2ヶ月半で解決をしたということで、えー、あります、えー、まだいろいろ述べたい点はあるんでございますけれども、まあ、政治家として持つべき4つの力というのを田中さんは備えておられたということで、えー、ありまして、まあ、50年経ってもまだ田中さんを、 いろんな意味で慕う声というのが伝わってきますのは、その辺が原因ではないかなと思うわけであります。まあ、秘書官として使えまして、私は、通産大臣秘書官になったのはちょうど40歳でございましたで田中さんは一回り違い馬年の52歳が通産大臣ということであったわけでありますけれども。 それから通産大臣1年で、そのあと総理大臣2年半と、3年半、私も秘書官としてお使いをしたわけでございまして、33年の役人生活の中で、ですね最も忙しかったけれども、しかし、中身の最も充実した3年半であったということでございまして、今日はその一端も込めて、 ご披露させていただいたわけでございますが30分の時間をもう経過しておりますのでこの辺で話を終わらせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました小永さんありがとうございました、えー、小永慶一さんのご講演でした今一度大きな拍手お願いいたしますありがとうございました いや本当にあのメモもご準備いただいてたんですけれどもほとんどご覧にならずに、えー、もう記憶の中から生き生ける教科書といいますかそういったお話を聞かせていただきました第3部でもこれからディスカッションの中でさまざまな地域への提言などもお伺いしていこうと思いますこの後10分間の休憩を頂戴いたしますそれではまた10分後にお席の方にお付きいただきますようお願いいたします お待たたたせいししましたここからは第3部地域創生シンポジウム地方が輝く時代へをテーマにパネルディスカッションに移ります東京への一極集中そして地方の衰退というのは日本がかねてから抱えている大きな問題です近年ではここにさらに人口減少問題が重なり放っておけば地方の衰退はどんどん加速していくばかりですそんな中 地方に特に岡山に住む私たちは何をすればいいのか何ができるのかそして地方の未来のどんな姿を目指していけばいいのか考えることは今後の地方の存続のために欠かせないこととなります今まさにその分水嶺にあると言えます今日は三学館のそれぞれを代表するお三方にディスカッションしていただき方策を探っていきたいと存じますそれではパネリストの皆さんご登場いただきます まずは先ほどご講演をいただきました元通商産業省事務次官田中角栄元総理秘書官で元アラビア石油社長そして現在は弁護士としても活躍なさっています小永圭一さんですどうぞこちらの席にお願いいたしますそして間庭市長の太田昇さんですお願いします あ、どうぞお座りくださいお席にお付きくださいそして国立大学法人岡山大学学長の牧野博文さんですお願いいたします <laughs> え、進行は r s k 三4放送の奥富良子が務めさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますえ、なお <laughs> パネルディスカッションの最後には会場にお越しの皆様にもご意見やご質問もせっかくの機会ですのでいただこうと思いますお話をお聞きになっている間にあこういうことも聞きたいなこういうことはどういうふうに考えてらっしゃるのかなというような疑問がありましたらぜひ心に留めておいていただきたいと思います。 まずは、えー、それぞれまあ皆様ご存知の皆さんだと思いますが自己紹介をお願いしたいんですが実はそれぞれ今日が初顔合わせでいらっしゃるわけではないということなのでそのあたりのご関係などもお伺いしながらお一人ずつお願いいたします小永さんから改めましてお願いいたします、えー、さ先ほど30分喋らせていただきました <laughs> 小永でございます、えー、今日お二人森吉市長の太田さん とはですね明県工業さんの地元の企業と一体になって地域振興に頑張っておられるということを前から存じ上げておりまして東京での PR の役割をちょっと私担わせていただいております牧野学長はまさに私の出身大学の学長さんでいらっしゃいまして今私は 全学同窓会の会長などもやらせていただいているものですから年に数回お目にかかっておるところでございますありがとうございますえ続きまして間庭市長の太田昇さんですお願い、はい、いたします 私あの小永先生にお会いしたのはこちらに帰ってきてニマ師匠になってからですけども実は京都府におりましてその時にあの野中博文先生にお世話になったわけですがある時に「あのいや太田君岡山県出身で素晴らしい官僚がいるんだ小永刑事というんだ」ということでお名前はそれ以前から。 お聞きしてたんですけども七川先生の口からあ小中先生の名前をお聞きしましたそれから先ほどご紹介いただきましたように、えー、地方創生、えー、とかやる中で、えー、お世話になっておりますうそして牧野学長さん私もちろん存じ上げておりませんでしたがあ岡山大学本当に頑張って SDGs の大学の第一号と で私どもも自治体としての SGS 未来として第1号と、こちらの方から学長のところにお邪魔して、ぜひ一緒にやらせていただけませんかというような話の中で、どんどんこういうふうに進んできたということで、熊先生の関係だとか含めて、いろいろお課題と連携をしようとしておりまます。す。ありがとうございいいよろししくお願いいたします。 続きまして、岡山大学学長の牧野博文さんです。お願いいたします。はい、あの岡山大学の学長の牧野です。まあ、私はあの岡山生まれの岡山育ちということで、ま実はあの高校生の時にアメリカンフィールサービスで1年間フィラデルフィアの近くに留学し、その時はあのホームステイさせていただきました。また、あの医師になってからは、あのシカゴのノーステノースウェスタン大学の方で2年半ほど留学していました。 それ以外はずっと岡山におります。あの小永啓一先生とはあの小永先生はあの1949年に岡山大学新生岡山大学できましたけれども、まあ、その時の一期生ということでございまして先ほどお話ございましたけれども岡山大学の全学同窓会の会長として頑張っていただいておりますご指導いただいておりますまた太田市長様「あのマニ庭」というのは SDGs 学習の フィールドでございまして、岡田の学生、また教員の方がそちらに出かけて、えー、いろいろ学習をさせていただいと思います。また、あの、最近、太田市長がゾーン計画というマニュアルを、あの森林、そういった建築材料、そういった、あの学生の学びのフィールド衣装ということ、そちらの方でも対応されて、ありがとうございます。 今日はよろししくお願いいたします、えー、そんなお三方に、えーまあ、そういった関係性も含めまして本日じっくりとお話をお伺いしたいのが本日のテーマ「地方が輝く時代になるには 何をどうすれば良いのかというズバリとそういった点についてでございますけれどもまずは東京への一極集中それから地方の少子高齢化過疎化がまあ叫ばれて久しいわけですけれども皆さんはこの現状をどのように捉えていらっしゃるかというところからお伺いをさせていただきたいと思います、えー、小永さんどんな風にこの今現状東京への一極集中地方の少子高齢化過疎化ご覧になってますか 列島イドの担当したものといたしましてはですね過密箇所の解消こそ市場命令だったわけですけれども先ほどの講演の中でもちょっと触れさせていただきましたがグローバリゼーションの中で地方へ出ていった企業が外国へ発展途力に出ていってしまったということで結局日本全体を見ますと過密箇所の 問題とというののはまままだそのまま残っているとただ現状少し変わってきたなと思いますのは東京にはでは流入人口よりも流出人口の方がちょっと増えてきたというような動きが出てきておりますので、まあ、これからがまさに地方へ地方への流れを 加速させるポイントになってくるのかなというふうに思っておりますゆっくりと動き始めている今状況というふうにご覧になっているということですよね,そ,すねそれでは太田市長は今の現状ご自身のお立場からどのようにご覧になってますでしょうか、はいあのー、私1951年生まれで、はいわば、えーまあ、幼い頃から農村があ私は 土ミ民というかあのマリア氏の癖というところに生まれ育っておりまして生まれてからずっと農村が変わっていったなとつまりその日本が高度成長の中で、えー、やはり農高良然を狙ったと思うんですけどもやはりその過疎過密につながるような農産村の疲弊と。 いうのがあ子供ながらに感じられて、で私がまあ公務員になったのもそういうのが根底にあったとあの思っております。それもまあ地方の側からなんとかしたいというですね。 いいうようよな思いで来ましたであのーまあ、それ以後例えば市長になっても新しい進化層ができましたけどもそれの国の審議会にも関わりましたがなかなかその特効薬はないでただその黒永先生おっしゃるように少し変わってきたかなと。うん、つまりその明治の初めから 一つの立身出世いうか東京に行くことが自分の人生にとってというですねそういうのからで第二次世界大戦で一回頓挫したんですけどもやはり発想としては高度成長も根底では同じ発想だったかなとですから新学校の人ほどその出てしまうというですね、うん、そういう傾向があったと思います。うん でえー、しかし、この時代になって、えー、本当の幸せとは何なのかあ豊かさとは何なのかということがあかなり問われてきているし、えーまあ、そういう雰囲気ですねで、数字の上でも実は国土交通省が出している数字で,です、ね、それは表れているんですね、可処分所得を減少面に見ると東京は1人当たり3位ぐらいですかね。 それがその注意、その東京は金持ちもいますから、平均数はそうなんですけども、注意というのを取ってみると、東京はだいぶ下になる、それから住宅費とか固定給付を引けばですね、もっと下ってくる、それから通勤時間を賃金に換算するとですね、実は東京が一番下になるのかなというですね。 ここういうういい表ががあるんでですけどもとと流れが少し変わってきたかなと思います子高齢化あの一極集中で地方の少子高齢化過疎化と言われてる中でも時代の中でちょっとずつ動きはあるというふうに、まあ、小永さんも太田市長もおっしゃっているということでありますがあの牧野さんは学生さんをたくさんこう受け入れるお立場から今のその状況というのをどんなふうにご覧になっていらっしゃいますか <laughs> はい、あの私あの学長になって SDGs ということを推進していますけどもあの教職員学生に話をした時に、まあ、一番いいのが反応がいいのは学生さんですね。も、まあ、し学生さんというのは自分たちの将来自分ごとですし、まあ、特に環境問題それから温暖化現象、まあ、そういったことで非常に積極的に活動してくれるということでそういった意味では。 非常にあの世代が変わってきているというふうに感じております、うん。地方でも岡山大学でできることがたくさんあると感じている学生さんもいらっしゃるたくさん増えているよっていうことを感じになっているということですよ、ね。はい。もちろんあの東京中央に目が向く学生もいますけれども、うん、まあ中にはあの最近あの地域の方々と一緒に SDGs、ね、実践フィールドしていただいてて、はい、まあそういったことを通じて。 地域に興味する学生も少しずつ増えていくんじゃないかというのに、ねね、期待をしているのほどこの中でもねまたあのそういった活動についてもご紹介をいただくことになっておりますけれどもでは、まあ、あの今ちょっとずつ動きも流れも変わってきている部分もあるというお話ですけれども一極集中が始まって地方の人口が減っていったのはどうしてかというところをもうちょっと今一度改めて先ほどのご講演の内容ともつながる部分なんですが小永さんちょっと簡単にこう 解説をしていただいてもよろしいでしょうかあの先,先ほど太田市長もちょっとお触れになりましたけれどもまさに高度成長の時期というのは東京へ東京へ東京へ行けば何かいいことがあるということでですねやっぱりあの行ってみたらちゃんと職もあったし働きがいもあるというような感じがあって地方にいるよりは。 東京に出た方が自分のキャリアの面から見てもいいんじゃないかというのがどことなく高度成長時代には一般化しておったんではないかなとしかし、まあ、今のような時代になってまいりますとですね東京の魅力というのが相対的に落ちてきておるとで地方が地方ら,らしくそれぞれの個性,個性を 発揮しているところにはですね、人が増えてきておるというのはもう偽らざる実態ではないかと思うわけで、えー、ありまして、まあ、その辺が時代の流れかなという感じがしております。うん、小長谷さんは東京岡山大学をご卒業になって東京にいらっしゃったその時のその若い小長青年の思いというのはどんなものでいらっしゃったんですかや、えー。やっぱり私自身で言えば。 資源諸国日本が生きる道というのは貿易立国しかないと貿易立国を、えー、志すという言葉行政面で言えば通産省だということで、うん、まあ東京へ、えー、行ったということなんですけれどもやっぱり当時あの岡山に残った人っていうのは家があ,あの 家業が岡山にあるというような人は別としてそれ以外の人は東京へあるいは大阪へその他の広島へというような感じで大都市をめがけて就職をしていったというのが私の卒業昭和28年でございますけれども。 そんな感じだったと思いますいやあのまずはちょっと大きな都市を目指してそこから次を目指していきたいという若者たちが多かったというのもまあ私の世代でも実感としてあるんですけれども、まあ、この辺りは太田市長は47年前に京都府庁でお仕事を始められまして2010年からは副知事も務められあの地方の変化というのは現在真庭市長でいらっしゃいます。ずっっっっとと目のたたりににししてていらっしゃったと思うんんですけれどもどもなふうに変わって きたみんなの認識などもどういうふうに変わってきたなというふうにお感じになってますかそうですねあの先ほども言いましたように、まあ、あの大都市で豊かになれるというですねそういうのがもっともっと皆さん多かった。それがあの 真の豊かさとは何なのかなということでそういう意味でそのむしろ大都市育ちの人が少数まだ少数ですけどもその農産村での豊かさといいますかねそれを求めてくるというような大きな流れではなってませんけどもねそういうふうに思います。ただで丘山ででもそうなんですがその 女性の人はですねやっぱり都市志向なんです、ね、そうですすねそうか、はい、であの人口もですね今あのなかなか結婚する人が少ないまあ強制すべきじゃもちろんないんですけどもで結局その男女若い男女比率がもうおミスマッチを起こしてましてねつまり女性に若い女性あ都市に若い女性が多い農産村は若い男性が多い。うん、そうするとみんな結婚しても 年は女性があ溢れると、うん、い表現はちょっと悪いんですけどね均衡、ね、<の>がなかなた、ね、というかね均衡取れないというですね、はい、で特に若い方々ですねでそういう意味ではその流れが少しずつ変わってるんですけどもその農産村に若い女性が少ないそうすると本当にその、うん 女性が子どもの機会じゃないですよないですけどもその出生が脳酸素が少なくなるで都市部は住宅事情で,ですね合計得出生率が非常に低いでマニアなんか合計得出生率が1.8ぐらいあるんですけども絶対数が脳酸素は少なくて都市部は今度は合計得出生率が少ないというですねで全体としては80万人ぐらいしかです、ね、子どもが生まれない来年はもう70万になるのかという。 そういうい意味でではは深刻な状態ではありますねうんあの,その辺りも、まあねまあ、国中央の問題でもあるんですけれどもあの岡山でその岡山にも魅力があって若い方がその魅力にあるいは都市部の方が気づいてきてくださってるというような、まあ、ここ近年感じるような場面もあるんですけれども。あの 学学学長は岡岡山山のご出身で、大学医学部、先ほどご自身からもずっと岡山にいらっしゃって、まあ、医療でお忙しかったと思うんですけれども実はあの戦後間もない頃このエリア岡山エリアこそが東京にはない豊かなエリアだったと提唱してくださった方がいらっしゃるんですよね今日そのお話を持ってきていただいております。はい、い東大元暮らししとうかもも、れませんけども、えー まあ実は戦後直後マッカーサー元帥が日本を統治しましたけれども彼は日本を統治するためには日本をよく知らないといけないとそのためにはどこを調査したらいいかということをあの米国のミシガン大学の日本研究センターのロバート・ホロ先生に相談しました。でロバート・ホロ先生ののの言葉をりりますと岡山は日本文明の洋乱の地であり 古代最も史的的伝統に富むということをおっしゃいました要するに岡山っていうのは吉備文化に代表するように古来から瀬戸内の交通の要所として気候も温暖で栄えてきたとその文化があって例えば池家文庫に代表するようにその文化が実際に残っていると、まあ、先ほどあの能を感謝した時にあのそのき 衣装とかのの面があの岡山のもイケダのものを使っているというです、ね。ですまさにそれが言葉にあやっていると思いますけども、えーはい、それが残っていると。だからまあそこを調査したらいいということ。またあの岡山にはあの典型的な農村山村漁村があるということで、まあその当時は日本にい大,大変貴重な資源だということで、まあそ,その結果あの岡山にあの1950年から55年まで5年間ミシガン大学の 先生また大学院生また日本人岡山大学の先生方も一緒になってその地域研究ということで世界の地域研究は先駆けになったというだからまあアメリカ人が岡山をむしろあの。 いいいいいところだということととこここうで推奨してはることなか思まあよく言われることですけれども岡山県人は岡山のいいところにあんまり気づいてないあとちょっと宣伝する力が足りないみたいなことも言われたりもするんですけれども実は実はっていうかまだまだ気づかれていないいいところがあの魅力が。 あるといいいうののににこの時代に気づててくださっっったた方がいらっしゃ非常にありがたい話で、ね、学術的にもさまざ、あ、まな研究対象としても興味深いというような、えー、今日初めて私はお,あのお伺いしたんですがそういった資料もあるということです、えー、まあ中でもねその地方が元気にならなければいけない、えー、一極集中ではいけないっていうのはもうずっと言われ続けているんですけれどもどうして地方が元気でないといけないのか、えー どうして地方が活性化しないといけないのかということなんですけれどもまずはあの小永さん、ね、総理秘書官を務められた田中角栄さんがあの、まあ、先ほどのお話にもありましたし著書でもあの小永さんがおっしゃってるんですけど角栄さんは非常に地方への強い思いを持ってらっしゃったっていうのがもう大変印象的でらっしゃったということなんですがその地方愛というのはどんなところにお感じになってらっしゃいましたか。<laughs> ちょっと田中さんの思い出話をさせていただきますとですね田中さんがよく言いましたのは、えー、徳川時代から明治初年までの間はですね、えー、今でいう裏日本には北前線という船が通っておって日本海ルートの要衝であったと。 で,で当時は日本海側を内日本太平洋側を外,外日本という言い方をしておったんだと、えー、ところが明治20年代以降工業の発展がまさに太平洋ベルト時代を中心に発展をして、えー、いうところの,あの日本海側は置き去りにされたと。その結果が 表日本裏日本という言い方になったんだ。これを直さなきゃダメなんだというのが田中さんの発想の原点だったわけであります。で、それが戦後の発発展を見てみるとですね、同じように太平洋ベルト地帯に工業が集中し、日本海側にはまあそういう意味で一段劣る格好になってきている。 これでは国土のある均等ていにはなならないとところがヨーロッパの例なんかから見るとですねまさに日本海側と言われているところはむしろ移動的にはヨーロッパの工業地帯よりもずっと南なんでヨーロッパの工業地帯はもっと北に属しておるんだと。で従ってヨーロッパのことを考えるとですね 日本は太平洋側も日本海側も同様に工業地帯として発展する敵地があるんだとそういうことで国土の均衡から発展というのを目指していかなきゃいけないというのが日本列島改造論の原点だったわけであります。でそれは現在でもまだ私は生きておるんではないかなというふうに思います。 長く田中さささんんと、ね、お仕事をなさった小永さんご自身としてはその地方を元気にっていう言葉もよく、まあ、このシンポジウム自体もそうなんですけれども地方が元気でないといけないなぁと感じられるのは地方の岡山のご出身としてどんな時にお感じに実態としてお感じになりますでしょうか 今は結構ですね元気, <laughs> 元,気元気な元気だし元気で人も出てきておるんで,で <laughs>、はい、あの私どもがあ昔感じておった感じよりはもうずっとその<ー>東京と地方の差というのはもうなくなってきておると思います<ー>、えー、ただ、えー、そ,そのもう岡山の人にまあこれは後から出てくる話かもしれないんですけれども、はい、東京からあるいは大阪からあの 企業が来てくれという感じではなくてむしろ地元にある企業を大きく自らの手によって発展をさせていくとそして地場産業の大手がむしろ中小企業のと一緒に手を組んでですね私はまあ両利きの経営というような言い方をしたいんですけれども。 従来の経営に加えて、新しいフロンティアの経営をその地元の企業が地元の中小企業と組んでやっていくというような両機器の経営というのをです目指すことが必要なんではないかなというふうに思っております。地元で発展している企業ももちろん、そして外からももちろん受け入れるとして、さらに両方でどんどん、どんどんこうあの。 切磋琢磨といいますか、育っていく企業がなければいけないということですよね。あの後ほどまたね、太田さんにも、あのそういった関連したお話もお伺いするんですけれども、地方が活性化する。必要性っていうのは、そのまあ庭師の市長をなさっていて、どんな場面でお感じになりますでしょうか。はい、あのー。そうですね。あのやはりですね。えー、その。 地元で勉強した人たちが私ども共同教育をかなりしておりますのでねあのアンケートを取ると高校生でもこのままマニュアにいたいとか大学出てもマニュアで働きたいとかいう声はあるんですねしかし現実になかなかその多様な働く場所がないというそういう時に残念だなと。 で、確かにその人口も少ないしですね選択の余地が少ないというのもあるんですけどもそのソフト産業的なものですねあの文化産業とかですねそういうものが非常に少ないそうするとそのなかなか特に若い先ほど女性のことを申し上げましたけどねあのが 働く場所はないなということでですね、うん、で実際に都市に住むとそんな豊かな生活ができないむしろ農産村の方がある意味ではあのお,お金を使うところがないといえば言い過ぎですけども真庭市で百貨店の商品券は使えないんですね。 というようよなことで、えー、そのだから選択の余地がない中で都市部に住まざるを得ないということで、えー、なんとかならないのかなというのは感じます。ただまあ逆にその価値観を変えればですねうん、うん、農産村の豊かさということは言えると思いますのでね私どもはそれをどんどん出していくということだから東京の真似をしても仕方ないと、うん、でそういうことで総合計画のひ一言で言えば マニュアルライイフスタイルの実現と東京になくてマニュアルにあるものを徹底して生かしていってその人生豊かな生活をしていこうというですねそういうようなことをし ておりますなるほど雇用と消費という部分やではもしかしたらちょっと大都市にでも今の時代ねもしかするとそのオンラインそうですねあの数の時代がもしかしてっていう気もします,、ねうすね、か買うのはねもうネットで買えるんですけどね,で,ねでもやっぱり女性の人はその 買えないけど、ウィンドウショッピングを楽しむとかね。<laughs> あの女性大都市。女性のことばっかり言う。<laughs> いやいや、わかります。その気持ちもちょっとありますよ、ね。あのハイヒールをね、履いて歩ける道路がない。道路がある。そうです。歩きません。あのマニュアルの前ね。あの、その、あの、楽しんで歩ける。道路がないと、ね。<laughs> まあお買い物したいとか、ね。で、だけど、それを目指すんじゃなくて、本当に自然環境の中で。ある意味じゃ、感性豊かにとかですね。 いいいうよなことともも言えると思いますすのででねね、まあ、行けばいいんですもん、ね、そこに行きたい時に行くという選択肢もあるということまあ若い方の方もその辺りはね感じてらっしゃるところなのかもしれませんけれども、えー、先ほどあの牧野学長ね地方が岡山あ地方が岡山が活性化していくためにはというお話先ほどお話しいた,た SDGs をも,うちょもっとあの発想した方がいいんじゃないかっていう ことを提言されているということだったんですが、SDGs とつなげてちょっと地方の活性化というようなお話をいただけますでしょうか。はい、あの私学長になったときにまあ SDGs <そ>岡山の大学の特色というのはまあ地方国立総合大学ということで、まあ総合大学の強みを生かすにはどうしたらいいかなということでこの SDGs の実践という具合に考えました。はい。で、あの耐え難いことに。 私が SDGs と言ったらその当時は皆様方 SDGs ということはあまり知られなかったんですけれども、まあ、是非あの一緒にやっていこうということであの経済界の方々またあの地方自治体の方々が賛同していただいて SDGs ということになりましたであのそこにセーマを少しお示ししてますけども、はい、SDGs を考える場合大事なのはやはり自分たちのあるべき姿を考えると。 まあ先ほどあの価値観をどう持つかということで太田市長さんおっしゃいましたけれどもやはり価値観として大事なのは自分たちのウェルビーイングであったりそれから地域の持続性とということを考える。そのためにはあの医療しないときなんだけども先ほどから出たようにまあ少子高齢化でありあのいろんな課題が地域にあるんだけどもそれを解決するにはやはりその都市,都市の歴史と文化 を十分に生かしたりまた岡山先ほど言ったように非常に素晴らしい歴史文化がありますし、まあ、豊かな、えー、地域の資源もあるしそれからし自然環境もあるとそういったものをいかに生かして課題を解決するか、まあ、要するに SDGs というのは今あるものとあるべき姿をつなぐ架け橋ということでそれがう SDGs を捉えていけば非常にややあのいろんなことが 課題がが解決してより良いい生活ができるでなます。そうですね岡山大学 SDGs の目指すものというだから若い方にも学生さんたちにもそういった思いっていうのは共にしていただきまあ皆さんも研究もなさってるわけですけれども、えー、今あるものとあるべき姿、えー、先ほどの小永さんのお話の伝統あるものとそれから革新を取り入れていくものというのもそれから、えー、市長のおっしゃった、えー 今までののの田舎暮暮ららししと都市の暮らし全てがこうもちろん誰もが共存ねあの両方を享受することができてこそ豊かなのかなというふうに思ってい,くいるわけなんですけれどもさあじゃあどうやってこの地域を輝かせていけばいいのでしょうか、えー、地域を輝かせるためには何ができるのかどうすればいいのかもう今日の本題の部分ですけれども、えー、お話の流れからも小永さんが今 そのチャンスが巡ってきているなとお感じになっているのかなと思うのですけれども、そのあたり、私は、レッド改造論の時代のインフラストラクチャーというのは、ですね道路であり、鉄道であり、港湾であり、えー、航空路であったわけでありますけれども。 今のデジタル時代になった段階におけるインフラストラクチャーというのはですねまさにデータセンターそして半導体そして情報通信網これは海底ケーブルとか光ファイバーといったようなものになると思うんですがそういうものが 新しい時代におけるインフラストラクチャーということになるだろうと思いますそういう問題を官民挙げてですね整備に力を尽くしていくというのがこれからのデジタル時代にふさわしいインフラストラクチャーの整備ということにつながってくるわけでありましてそれが地域活性化の原動力になっていくんではないかなと。 それに加えてその例のカーボンニュートラルということで50年には発生を減をゼロにするというような大目標があるわけでありましてこれを漆黒として捉えるんではなくてまさにその努力を得ていく壁を我々は 乗り越えていくんだという力強い目標としてですね、捉えることによって新しいエネルギーを導き出していく必要があるのではないかと。まあそれも地域活性化の新しい原動力の要素になっていくというふうに考えます。あの三十年ぐらい前にデジタル化とは言われていましたけれども、こんなに早く波がどっと来るとは。 思思っっっていなかったととううんんでですすきっと皆さん特に日本の場合そうですよねあ外国ではもうそれを <laughs> その波をもうキャッチしてたわけですよね。ふふと回りぐらい遅れてるという、まあ、言われ方はされますけれども今遅れても、えー、とにかく追いつく努力を、えー、一刻も早くやって、えー、データ時代にふさわしい、えー、インフラストラクチャーを整備していくとさっきのデータセンターであるとか情報通信もといったようなことを、うん やるる必要があると思います,そうです、ね、あのデータセンターというお話であの岡山県のど真ん中と言われています吉備中央町、ね、災害が少なくて、まあ、地盤も強いということで、えー、日本全国から注目されている町でありますけれどもこちらが、まあ、あのトップになったというようなお話もありますけれども、えー、牧野学長岡山大学も先日吉備中央町とも協定を結ばれたんですよね。 はいそうです、まあ、実は4月13日に岡山大学と吉備中央庁との連携協力に関する締結を結ばさせていただきました、はい、それは吉備中央庁がデジタル田園健康特区に指定されました、はい、これはあの長野県の千野市とそれから石川県の加賀市とこの吉備中央庁と3つのところでございますけれどもこれはまあデジタル技術をあの活用して 健康や医療の課題に取り組みながら少子高齢化などの地方の学科で課題を解決するための取り組みということです。協定を結びましたけれども、まあ、その中の一つとしてあの岡山大学病院と連携しながら例えばの救急救命士の役割を広げてエコー検査であるとか尿検査を例えばまあ 医師の指示で救急車の中で、救急車の中で行っていって、まあ、患者さんの救命率を上げていくというような、そういった。規制改革の取り組み、また、あの、母子手帳というのは、普通は、あの、手帳ですけど。はい。それを、デジタル化して、はい、今後活用していこうということ。あ、はあ、じゃ、どこにいても、こう、まあ、手帳が検索できるというような状況ですよね。はい、自分のは自分で。見つかる。わかるということ。また、もう一つ、あの、妊婦さんの、あの、検診。はい なんかのデータを活用して疾病の予防に使おうとか、まあ、そういった AI 技術も活用していこうかと、まあ、そういったまあデジタル技術を使って地域の方々がよりはあの安心安全に生活できる、うん、まあそういったことをあの岡山大学が吉備中央庁と連携しながら やってていいくとか、ね、考えていますなるほど小永さんあの特に今の牧野学長のお話にもありました岡山大学を中心として岡山県は医療圏と言われていますけれども医療が強いというのはこれはあの他県の皆さんにとっても岡山の優位性として魅力を感じてもらえるポイントですよね。 はい、ここをちょっとね大いなるチャンスというふうにまたと捉えていただきたいと思いますけれども魅力が高まればね人は自然に集まってくるということなのかなと思いますがさあその地域の魅力づくりについて全国的に見ても大きな成果を上げているのが本日パネラーでご参加いただいています真庭市の太田市長の真庭市でる。 いらっしゃるんですが特に地域の資源を生かしてそこから生まれた付加価値を住民に還元していくサイクルが出来上がっていて住民の満足度が高い移住者も増えているその好循環をぜひ今日はご紹介ください。 はいあのー、まだまだですけどもね、先ほど、少しあの、えー、申し上げておきますと、あのー、先進地という点でいえばですね、あのー、私ども光ファイバー全部整っております、でえー、そういうことで、えー、実はあのー、熊健吾事務所もサテライトオフィスをです、ねえー、ヒルゼンに作ると、はいで。これは IT が発達してて もう世界のどこにおっても24時間使えるというですねそういうこともあるからでそういう意味ではその道路を昔その整備するのが大事だった今は通信基盤が本当の一つの基盤ですからそういうものの整備ができててその IT 関係のものができていくと、うん、であの実はキャッシュレスもですねもうすぐコンソーシアムを作ってですね来年ぐらいには キキャャッッシシュレスだとかあるいは市民のの方々のキャッシュレスもです、ね、していこうともうヨーロッパではこのリングでお金を支払いができるとかですね、うんはい、もうカード,カード、ね、スマートフォンを超えて今リングになってきてるとかですねありますけども、まあ、私どもそういう挑戦しようとしてますだ、はあ、から環境面も確かにこれからの時代考えると環境先進地というのがまさに先進地なんですね。 でそういうことでカーボンニュートラルの関係ですね今進みようとしておりますのでそれを紹介させていただきます。はいえー、えっと画面がはいはい、えー、しあのこれですねはいあのナブルヒルゼンはいグリーンナブルヒルゼンですがこれあのこの四角い板があの CLT クロスナミテッドティンバーあの板を縦横縦横に貼り合わせた。 でヨーロッパアメリカではもう相当疲れているとこれは名犬工業が日本で唯一の専用工場を持っているとで熊先生がこれを使って東京の晴海に選手村に来た選手に遊んでもらおうとこれ中は空間になっておりますでそれをそのこの製造したふるさとに持って帰ろうということで昨年の7月に完成して。 この空間の中でいろんなことができるとで熊先生の,その構想も入れてこれは風の歯と全体がグリーンナブルヒルゼンというこの中に風の歯というのを作っておりますでこの CLT というのが小中先生にもご協力いただいておりますけどもどんどん広がっていくと銀座でも8階建ての建物がでて 実家建設で,すかできているとさらに皇居のところに二十何階建てのオフィスビルを作ろうと木造のこのシエ t ティを使って作ろうということとかですねそれから2025年の大阪の万博は政府間が木造であろうということはまあこのシエ t ティになるだろうと思っておりますけれどもそういうようなことでその先進としての象徴であります。はい、でらにこのグリーンのブルあの阪急百貨店に商標登録してですね 繁響と結んでいろんな商品を今作っておりましてですね。すはい。で梅田にマニアの自然豊かな商品があ今売られているし、どんどん、えー、展開していくということになっております。はい。 その次に、えー、とこれですかね直筆、はい、バイオマス発電所、はい、でこの発電所1万キロワットの発電所で名建工業さんを中心にしたマニマ市の木材関係と私ども市で共同で出資して作っておりますでこの燃料は山からの間伐材とそ,そして製材の破材マニマには製材所がたくさんありますからい、まあ、わばその全く価値のないもの をを使って発電をするということで毎年の売り上げが24億ぐらいで太陽光と違ってずっと天候に関係なく安定的に電力を供給できるということで,で中国電力の水力とか含めてマニュアルのエネルギーが大体62%ぐらいを自然再生エネルギーで賄えているということで、うん、多分日本で 4万数千の規模で言えば最高だろうと思っております。なんととかこれを100%にしたいというのが有名でありますであのここでの,その経済分析をしてみますとそのゼロのものから20数億円の売上ですからその付加価値でいうとその雇用があったりいろいろありますので52億円ぐらい。 でそのいわゆる国民所得をその計算でマニマ市の所得は3000億ぐらいなんですね。で3000億ぐらいあるうちでポッとこれで52億増えるということで非常に大きなですね環境にも安しいというか環境にも貢献しているというですね で今、県北でこういうものが増えようとしておりますがこの材料をどういうふうに隠していくのかということは一つの課題ではありますが広、はい、葉樹が使えないかと広葉樹がもともと牧山で日本のエネルギーの基本ですそれが全く今使われていない広葉樹は切ればまた生えてくるその植林しなくてもそうすると CO2 の吸収にもいいということで環境にもいいというですね<ー>でそうやってまた防災対策にもなると。 いうようなことでですね、ただ危ないとか効率が悪いとか、そういう課題がありますけれども、この克服をしていけばですね、でそういう面でもお、ま、岡山県はこういうバイオマス発電のですね、先進地にもなれるんじゃないかというふうに思っております。そうですね、マニュアルを先頭にということですねで。特に木比高原のところはですね、杉ヒノキは育ちにくいから、あの。 松田とかであ松枯れで今松はないだから普通の雑木林になっていますけどその雑木林が経済人に変わるわけですねうまくやればですねということであります、はい、それからこれですね、はい、バイオ液肥、バイオガスプラントです、はいはい、これはどんなものなんですか、はい、これはですね、えー、あの燃やすごみとして生ごみがだいたいご家庭の四割ぐらい入っていますで、この生ごみを別に集めなきゃダメですけども で一方その、あのー、浄化層の汚泥とかですねそれからまだ汲み取りのところがありますでそういうそのいわゆる糞尿ですねその2つを混ぜるとそのガスが出ますそれでそのガスで発電してプラントを回してで最後液を作るでこれは安全性も確かめておりますでにマニュアで1500トンの液ができるようなですね、えー、試作が成功しましたので マニは全域の生ゴミを集めてでその死料処理場をやめてそこに持ってきてでその施設を作ろうということで令和6年度には完成すると思いますそうすると8千トンの駅ができるということでですねでその今ある焼却場を3つを1つにできます環境にもいいでそれから経済的それから死料処理場もいらなくなりますから今。 のですね、そうすると9億ぐらい全体でかかってる費用の2億ぐらいが起きますで税収が50億のところで2億浮くというのはですね大変毎年ですから、はい、大変あの経済的にもいい話ですですが環境にもいいで経済性もあるそしてその液肥を8 0 0トンの液費をこれは無料で配りますから農業の低コスト農業 で日本でいうその有機農業というですねあのヨーロッパは人糞がほとんど使われないというのは昔ペストがあったそれで実際には問題ないんですけどねというのはありますけど日本の場合は昔から野壺の,の,つぼの <laughs> それが液ですからですね。ということで、えー、まあこれはあのバイマス発電はねなかなかその条件がそらないとできませんけどもこれは各自治体が頑張ればですね できるということで、もっと広まればいいなということですが、とにかくマニマで全市できるようなですね。先進例を作って広げていけたらいいな、というふうに頑張っております。いやあの熱い <laughs> 思いが、<laughs> あの小永さん、このマニワ市の取り組みについて、どんなふうにご覧になってますか？いやいや今日、今、市長さんのお話を聞きましてね、はい、私も。ま 全部聞いてるつもりだったんですが今日また新しい情報をいくつかいただいたわけでございますが <laughs>、えー、とにかくあのマネーーの取り組みというのは全国的に見てもですね輝く地方創生のモデルケースではないかなというふうに、えー、思います。でわ私も、まあ、東京で岡山県ののの自慢話ををするときにこの、えー、マネーャ取り組みを 紹介をさせていただきたいと思っておりまして今日のいただいた情報はまた新しい情報の種として使わせていただくつもりでございますよろしく <laughs> ねえそれがまたつながっていって大きな流れになっていくと、まあ、そうしますねええ。 お金が浮いたのですね、で今あの、集いの場ということで、あの別にその要介護、要支援じゃなくてもです、ねえーまあ、高齢者の方中心にその体を動か,動かそうよという場をどんどん増やしておりましてね、今、72までいきましたかねで、120ぐらいまで作っていきます。 で週一回のところもあれば月一回もありますけどねでまだもうちょっとデータをきちっとしないとあの確証を持ってまでは言えませんけどもマニワ市の要介護率が下がってきてるんですで全国も岡山県も当然ながら上がってるんですけどねやはりあの体をみんなでその心を会話しながら動かそうよと精神衛生上もいいですしですねこの辺はあの お医者さん、ね、専門家にお聞きしたんですけど、はい、で,、ね、で体にもいいことですね、えー、そうすると今度はその介護費が落ちてくるわけですねだから本当にうまくこう回していけば良循環になってくるというですね,ですねハッピーですし、えー、というですね お金の面でも豊かさの面でもということですもんね。はいはい、あの今のお話にあった真庭市の取り組みというのは真庭市の中だけでももちろん完結する仕組みではあるんですけれども実はこの好循環を岡山大学としては岡山市や倉敷市など都市部とも結びつけて岡山県全体の地域力を高めていこうという取り組みを学長なさってるんですよね。はいそうです、まあそこにあの セーマを掲げてますけども、はいまあ、岡山県というのは SDGs の先進県と言われておりまして、あのー、大田市長の真庭市また、あのー、西網倉村岡山市倉敷市が SDGs の未来都市に選定されておって、まあ、岡山大学それぞれの地域とも連携をしていますただそれ以外にもやはりこのお例えば農産村と都市が資金人材など の資源をお互いにまあ保管し合うことによって、環境、経済、社会が統合的に循環して、地域の活力が最大限に発揮される。これはあの環境省の方は地域循環共生圏という具合に呼んでますけれども、まあこれを目指すということを岡山大学は行っています。この時に大事なのは、あの s d g で大事なのは、そのニーズ、地域の課題をと。 それからあの地域の固有の資源をパートナーシップによって解決する、うん、そ,こにそれによって新たな価値を創造していってまたそれがビジネスモデルにも展開していく、まあ、特にこれはあの言葉を変えればローカル SDGs ということになりますし特にコロナ禍後はこの先ほどコナーが 先生おっしゃいましたけれども、デジタルトランスフォーメーション活用ということで、DX 活用によって中地域循環共生圏を作っていく。それがまあ地域全体として大事なことではないかというふうに考えています。はい、例えば具体的にはこれはどんな実践を考えてらっしゃるんですか。はい、それあの次にあのシエマでお示ししてますけれども、はい、これはあの実はあの。 2>, 2月に岸田首相の元の資本主義実現会議のスマート農林水産業ワーキンググループで大学の好事例として岡山大学のグリーンイノベーションセンターというのが取り上げられました、はい、実は岡山大学昨年からこの工学部の改装を行いましたこれはやはり SDGs またデータサイエンスそういったことは できる学生さんを育成しようということでございますまあその中の一つの目玉としまして、えー、先ほどお話がございました熊健吾先生を、うん、岡山大学の特別招聘教授として招聘、えー、させていただきまして新たにこの工学部の中に建築部門というのを使わさせていただきましたで、建築部門の学生教員がこの前には の方に出かけていってっ太田市長が掲げておられますゾーン構想というのがございましてまあそこが三学官が連携しながらその学びのフィールドを作っていって課題解決をしていって人材育成をしていくまあそういった地域を活用させていくということとまあもう一つ大事なのはまあ岡山大学このそういうデータサイエンスであるとかセキュリティそういった岡山大学のデジタル技術を 活用することによって、そういった農林水産業以外の方々のもう含めてあの。課題を dx によって解決していくというま、そういった取り組みをしています。はい、えー、もう新たにも動き始めているということなんですけれども、私と先ほどのお話の続きということになります。けれども、今の牧野学長の岡山大学と連携できるということはえー、真庭市だけで。 完結させてしまうんじゃなくて、それをまた好循環をどん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 、その。岡山大学という知力で。加速させていくことができるというのも、こう心強い、あの。先ほど学長がおっしゃった、補完し合う、高め合うというような関係性としても、心強いものじゃない。ですか、はい、そうですね。あの、私ども、知恵がありませんので。いやそ,うそういうことじゃない。です岡山大学の知恵をお借りしてです、ね。<laughs> みんなの知恵で。あの、そういう意味でですね、本当に、あの、えー。地元の大学で、これだけ優秀なですね。あの人材が。 集まってるわけでそれをそしてまた現場としては特にあの木材関係あるいは木造建築関係というのはあの木を知るとかですね現場を知るというのは大事なことででまたあー両方に熊先生が入っていらっしゃるで先ほども言いましたように、えー、熊事務所もできるとかですね でちょうどその実は牧野学長にも無理言って共同代表になってもらったんですけどもクセコーチが6ヘクター以上空くわけですねでそこ全部は埋まらないかもしれませんけどもあの例えば大型の実験あたりはですね課題ではちょっとしにくいとかですね、うん、いうようなものもそれじゃマニュアルにできるとかですね。うん とうよなこともありますしそしてまだ私も木材産業のおがしっかりしてるそれでじゃ企業とも結んで企業の,そのお発展にもですねつな、えー、がるということで、うん、まさに行政と学と産,産業ですね。 ががうまくでで発展するんですねことができると思います,ですね。ね、あの学長学生さんたちにとってもそのフィールドワークもう本当の実地で学ぶことができるっていうのはもうこれ以上ない学びの場を与えられているということになりますよね。はい、おっしゃる通りでやはり地域の方々と知恵を出し合って課題を解決していく、うん、まあその過程プロセスを勉強していく。それが一番 あの人材育成にとっては、重要なことす。そうですよね。あの、こなさん、今のお二方のお話にありました。真庭市と地元企業による、産と学連携。それから、岡山大学と真庭市の学と館。まあ、さ学館の、連携ができてこそ、岡山が輝くということに。つながってきますよね。ねはい。私の言葉を、重ねる必要はないくらい。ですね。<laughs> ありがとうございます。あの、地域。<laughs> 地域維持、環境強,強制権ですか、はい、それからグリーンイノベーション、デジタル技術の活用というマクロさんのお話、それからあの市長のさっきからのご説明を総合いたしますと、まさにあのもう輝く地方の模反例というか何回う言いますけれども。 これを大いにあの私も東京で宣伝をさせていただきたいと思います。あのちょっと学長からですねあの国際的に広がりまでちょっと今いくかなと思うような例がありますので、はい、アンダーソンさんのことで。ありがとうございます。<laughs> はい、実はあの3年前ですかね米国の国の省アメリカン関数を通じて、まあクリ クリティカルアメリカの重要言語の一つが日本語でして夏休みの間8週間岡山大学に来て SDGs を学びながら、まあ、日本語を勉強しようというコースがあるんですけども、まあ、そこの一人の学生のデイビット・アンダーソン君というのがこのたまたま庭市に行って先ほどのあの フィールでバイオマスであるとか見学させていただいたりュアシも見学させていただいたり名犬工業も見学させていただいたり非常にあの政治を志していたんですけどマュアシに興味を持ちましてあの2年後実は今岡山大学にあのフルブライトの留学生として学びに来ていて、えー、あのマュアシの方にお邪魔して勉強していると。要するにそういう アメリカの優秀な学生さんが学び直して岡山大学に来ていただいてありがたいことで、まあ、実はあの彼はこの夏まで,でこのあとイェール大学とあのハーバー大学の両方の すごい <laughs> 通ってしまって、えー、結局あのハーバード大学に決めたと言ってつい数日前はですけどもでもまたあの長く学びたいというま,まだ学ばないといけないことが岡山にはあるし知らなかったっていうことに気づいてもらえたということですかね。はいまあ、結局もう今はまあ東京大阪京都というのは海外の人ってもう魅力がないんで、うん、<laughs> こういったマリアといった <laughs> <laughs> あの地方いい いわゆる典型的な日本の参部それが非常に魅力があるというところでそれこそがあの学んで地域で学んで世界に発信するいいフィールだというまあ実際を実証してくれてるのが書いてあると思います,す。 地域に入っていくってていいくそうううことなんでしょうね地域を学ぶっていうのは本当はそういうことなんだろうなというふうに今ちょっと実感ああなるほどと思っているところでありますけれどもまあそれだけ魅力的な岡山ですよでその岡山にどうやったらもっと多くの人がやっぱり人人材というのは必要なんだろうなと思うんですけれども地域創生の原動力となるのは人。 小永さんまずは岡山出身で大都市圏に出られたというような方たちも、まあ、岡山に戻って来られるようなきっかけだとか岡山に戻ってきていただけるといいかなと思うのですがそのあたりはどんな風にお感じになりますかやっぱりあの先ほどのお話にも出てきますけれども日本人全体としてのライフスタイルが少し変わりつつあるんじゃないかなと、はい、えー、まあ、20代である企業に 就職をして一生その企業でやって定年退職してという感じではなくてですね40代前半ぐらいの段階で一回自分のライフスタイルこのまま行っていいのかどうかというのを考えるような時代になりつつあるのかなとそうするとその時代をの,あのライフスタイルの流れを先取りをして それぞれの地方が魅力あるその,、えー、その若者たちにとって魅力ある仕事の先とかあるいは環境とかというのが整備できておればですねそういう人たちを岡山に招き寄せるということが十分可能ではないかと思いますしさっきのお二人のお話を聞いていますとですね私はあの 十分その可能性はあるのかなという感じがいたしますし、それから先ほどデイビッド・アンダーソンさんのお話が出ましたけれども、彼こそまさに時代を先取りして、東京、大阪、京都じゃなくて、むしろ地方の魅力を感じている、岡山というのも感じてくれているというのは、非常に時代を先取りした発想かなというふうに感じました。 そうですよね、えー、私たちはそういったあのデイビッドさんのような方にこう逆に教えられるあの岡山にいて教えられるというところもあるのかなというふうに感じたりもしますが、あのー、牧野学長はやっぱり魅力的な働き口先ほどのバイオマースの取り組みもそうですし人が集まる大きなきっかけになるんだろうなと思うんですけれども今岡山大学の学生さんたちがすごい仕掛けを始めてらっしゃるんですよね。 はいいありがとうございますそれはあのデータサイエンス部といって、うんまあ、Z 世代の学生たちが自分自主的にあのこのデータサイエンス部というのを立ち上げてくれました。はい、彼らはあのキャッチコピーは、まあ「データサイエンスで遊ぼう」と言ってるんですけども、まあ、実は遊ぶということは、まあ、データサイエンスとアイディアで新たな価値を ししよううとといいことにチャレンジをててくれています、はい、例えばあ,のある企業さんからそのアプリを開発してくれという要望がありましたらデータサイエンスクラブの何人かの学生がチームになってそれでその企業とオンラインで話し合ったり、まあ、実際にその企業に出かけて行ってみると見るということになって、まあ、新たなアイディアとかプランというのが湧いてきてそれで企業の方に提案すると。 企業も自分たちでは考えてみなかったようなアイデアプランというのが返ってきて、まあ、びっくりしたということそれからまた彼ら素晴らしいなと思ったのは、まあ、自分たちのアイデアが煮詰まってうまくいかないときはそのこの部っていうのは立ち上げる時は67人だったんだけど今6 7十0人になっててチャットで仲間に流すと、まあ、いろんなあのアイデアが湧いてきて解決につながる。しかもそののクラブっていうのは 学部の垣根を越えて学,の学年の垣根を越えてまたあの教職員もサポートしてますし企業の方も来てくれてるということでだから課題解決の非常にいい実践がそういったアプリ開発なんかによってできてくるということで、まあ、非常に今大変いいムードになってきています。私たち大人は産学科 感とか三感学とか,あの声,高か声高らかにちょっとやらなきゃみたいな感じですけれども学生さんたちは柔軟に自主的にあ気づけば三学だねっていうような連携を自然に生み出してくれているということですよね。そううなんですも彼の方が 実践的に在学しながらもうそういうお仕事ではないけれども部,部の活動の一環として、はい、自主的な活動でし,して,て,て楽しいから人がどんどん集まってきてるい<や> <laughs> 楽,楽しいですもんね今の時代の最先端でもありますしじゃあもしかするとこれが、うん、何かしらそこまであの皆さんが考えているか分かりませんがムーブメントビジネスムーブメントになっていくかもしれないということですよね。 はいまあ、あの中にはこの活動がもとによって起業している学生さんも座ってきてくれています、まあ、そこに出ているのはあのアババを起業した久保俊輝くんで彼はあの実は三陽新聞社と中国銀行さんが作ってイノベーションコンテストで優勝してその後この全国大会といいますかキャンパスベンチャーグランプリで経済産業大臣賞を 受賞してくれるこれこ2020年です、えー、彼ができたんなら自分たちもできるということで翌年この宮本君と長嶋君が同じようにベンチャーキャンパスベンチャーグランプリに挑戦して今度は文部科学大臣賞を取ってくれたということで<は>学生さんたちが起業してだからこういったことはもう。 学生さんに教えてもらえないだけだ <laughs> よね。っ思っています。<laughs> はあ、すごい動きをこう動き出して、え、皆さんはもうそれを自分のビジネス、もう卒業なさって。 いやあのま<だ>彼らは、まあ、<学>在学生で大学院生に来てくれてますのでーいやーすごい若者たちがやっぱり時代を変えていくんだろうなというふうにも思いますし大人たちもね学ばなければという気もしますけれども、えー、学びのフィールドとしてその地方岡山にいるっていうことは岡山大学の学生さんたちはどんなふうに感じていらっしゃって学長はまたどんなふうにご覧になってますかまあそううですねやははりあの都会っていうのは やはり人も多くて人間関係も希薄でということがあると思うんですけども他にも本当私 SDGs だって見てありがたいのは地元の産業界こういったあのーリッの方非常に身近に感じて非常にいいチームワークというかチームがすぐできてしまうのでまあそういった環境の中で学生さんが学ぶ機会がいっぱいあるというまやはり大事なのはまあいろんなステークホルーダーの方々が知恵を出し合うということなんですけどもそういったことが非常にしやすい。 まあ逆に言えばその学びのフィールドが多い課題もいっぱいあるということではないかと思います <laughs> そうですよねあの課題があるということはニー,ニーズがあるということは研究対象もあるということで何かできるということですもんねそれを若者たちはつなげてくれているという小永さんあの母校岡山大学すごいあのすごいことになってますけれども後輩たちをどのように50年70年後輩でいらっしゃい、ねえー、ますか 岡山大学の若い学生が奮起しているというのは非常に嬉しいことですね、はい、<laughs> 岡山の、うん、活性化魅力ある地域社会岡山ということになることを心から期待いたします <laughs> 大先輩からの <laughs> 小永さんが岡山大学時代も穏やかで学びの場としては素晴らしい恵まれた場所であったと著書で拝見で、ね、拝読いたしました、まあ、旧世六高の から京成医科大学の伝統を継いだ大学ですからそれなりにあのけ権威と伝統があったということで私どもも4年間、えー、まさに生涯の友を得るということもできましたし非常にいい思い出を私も岡山大学には持っております。ただい今ほど その将来に向かって、えー、活力ある若者が、えー、育っておったかというとちょっとそ,それはいいない <laughs> 先日も、ね、母校でご講演をなさって <laughs> 学生さんたちも小永さんのお話に、まあ、勇気と誇りといろんなことをお感じいただいたというようなニュースもありましたけれどもさあ、えー、太田市長若い人たちが集まるという意味で言えば真庭市今若い方が移住ですか ししてていらっしゃっゃるんでですすよねそうですね、まあ他もです、ね、あの地域も頑張ってそういうところ結構あると思いますが真庭市広いんで,で,です、ね、全体でいくと残念ながら人口減少まだ続いておりますがその人口800のもともと800の中華というところ今年は全体で数人減ってるかもしれませんけども去年は11人順増。 でそれはどういうことかと言いますと、その東京からミシュランのうなぎ屋さんが来ると。ミシュランのうなぎ屋さん。ちょっとそれは。あの一食二万円するようですけど。二 <laughs> 万円。はいえー、まああの結局その二十八度のそのあの冷戦があってうなぎの泥をはがすのに一番いい。で自分の満足したものを提供できる。なるほど。で。 まあそういうい方だからコロナの中でそのとにかく視点をどんどん出す展開をですねしていくような経営がいいのかそれとも小さいけど自分の人生と仕事それがマッチして満足できる方がいいのかあの前者もまだ続くと思うんですよねしかし経済変動とか考えるとですね大きくすることだけが本当にいいのかと。 いやあの大企業に日本になってもらわなきいない企業たくさんありますけどねありますけどもでそういうところそれからそば屋さんもおなんか自分でそばをこれもミシュランのそば屋さん,んですけどね自分でそばを作ってでそれで提供するとかですねだからまだ準備中と。 それから広島のパン屋さんが2000万ぐらいの売り上げのパン屋さんが「捨てないパン屋」という本を出してますけどもヨーロッパに行くとですねもう1週間以上持つパンを釜できちっとやったら持つんだとで自分は今までその何代目かなで賞味期限切れて捨てたパンを作ってたとでやめようとそれをというので広島でされてるんですけどもマニマのそこが自分の,その考えと合ってると。

がマニュアルにずっっと入ててくれてますんでねでその人たち中心になりわい塾という、まあ、仕,事仕事というより、まあ、人生の価値観と仕事を含めて生活ライフスタイルを含めて考えようみたいな塾をやってくれてるで私どもは強制してませんけどその中の何人かが中華とかですねそこに住むと実は今日岡山で新しいその塾生募集をやって 副市長がそ日私は大阪で<あ> <laughs> やりますけどそう,ですかそういう意味で地元も頑張る行政も頑張る新しい人たちが入ってくるその刺激が両循環になっていくというですねですみません長くしゃべってあげるんですけど、えー、であの映像文化もやはり芯になって出てきてましてねでその役場を改造してミニシアターで実は菅野映画祭にですねマニマ在住の監督の作品が 出ると観音映画祭に、はい、であの商業映画としてのメインじゃなくてあのその別部門ですけどですね、えー、しかしマニア在住の監督が俳優も韓国の人ですけども地域部地協力隊で入ってきた演劇を勉強した人が俳優でですねでまさにマニアを中心に作った映画が観音映画祭に出るとかですねそういう若い人たち中心に新しい文化がですね出てきてるということも言えます。 いやなあのあ教えられるというところありますよね<え>外からいらっしゃった方とか、ね、若い方とか牧野学長、多分この若い方はその都市とか地方とかあまり関係なくこうやりたいことがあるところがいいところだというふうに今の間庭みたいにいい例として集まってきてくれるといいですよね。そうですねさっき私の、Z、世代は、まあ デジタルネイ,ジあのネイティブだと言いましたけども、はい、それともう一つはやはりこの社会的な関心が強い、まあ、そ,こそこで SDGs とか関心があるということと、うん、もう一つはやはりこれまでまあ我々の年代と,ともかくとにかくするとあの大企業に就職して安定した生活ということもありましたけども最近の若い人たちは、まあ、あの自分のやりがいのある 仕事をしたいという気持ちが強いんじゃないかと思います。まあ、先ほど、あの、まあ、年収おっしゃいましたけど、まあ、価値観を変えるという、まあ、だんだん。そういう、あの、みんながみんなではないですけど、価値観が少しずつ変わってきてるんではないかなという具合に気がしています。そうですね。もう本当に素晴らしい。あの、若い人たちも育っているし。いいところもある、自分たちが気づかなかった魅力もたくさんある岡山でありますけれども。小の中さん、これを、あとは、う県外に発信。 まあまあ県外だけじゃないんですけど、あの日本以外にもな、国外にもなんですけど、どう発信していけばいいんでしょうか。のその前にちょっと一言。大丈夫です。はい、どうぞ。一言だけ言いまていただきますとす、ねはい、<laughs> 今日お二人のお話を聞いていまして、やっぱりリーダーは関わるべしというのをまあ実感をしたわけであります。はい、リーダーというのはですね、一つは ビジョン構想力ですねで一つはミッション使命感そして一つはパッション情熱その3つの要素をお二人はもうピシッと備えておられましてえ今日奥宮さんの引き出し方も上手かった <laughs> 奥富さんですが引き出し方がうま,うまかったのかもしれませんが非常に。 えー、うまくその3つの力を引き出していただいたわけでありましてこのお二人が健、えー、在である限りですねそれぞれの地方そして大学の、えー、今後は岸田松菱という感じを持ったございでございます。ますそれからあの発信の仕方でございますがす、ね、これは実は今日の主催でございます。 放送局の方もです一、ね、<足>よく買っていただきたいなという感じもありますしそれからあのぐた具体的なイベントごとにそ,そ,れそれぞれ、えー、発信をしていただいてそれをマスコミで取り上げ、うんえーま、そして、ま、東京にいる私どももそれを聞いて。 えー、いろんな機会に同窓会であるとかあるいは仲間の会であるとかというのを通じて発信をしていくというような地道な努力も必要なんじゃないかなという感じますね。そうですねはい ずんときていますけどあのお三方のお話をお伺いしましてあの今言っていただいたので、えー、もう皆さん伝統と革新あの古いものを守り続けると次に進んでいくのって結構難しいことだと思うんですよ岡山大学も長い伝統と革新新しく始める部活動で頑張る若者がいて間にはもう大変魅力的な自然がありそこをどう発信して新たな産業を生み出していくかそして今までもね小長さんが歩んでこられた道をまさに伝統 伝統と革新,、ねえー、と革新何か見出しながら皆さんがあの素晴らしい活動をなさっていることを発信していけたらなというふうにあのお,お言葉頂戴いたしましたありがとうございますさあ、えー、終わりの時間も近づいてまいりましたがせっかくので,ですのであのお三方それぞれであのあの今小長さんはお話しいただきましたけれどもお二方小長さんにこの場でちょっと聞いてみたいこととかお伝えしておきたいこととかありましたら小長さんも 終わりでしょうかお互いに終わりでしたら。もう十分。<laughs> 十分、ありがとうございます。大田市長いかがですか?。それあの本当にね、この。お年でこれだけのね。あの知力、気力。もちろん人格者でいらっしゃいますけれども。で。ここまで、その。来られた。その。と言いますか。 とといいううかか心構えぜひ人生の素晴らしい大先輩にそのこういう人生を自分は歩みたいと思ってこう来たみたいなですねそれをちょっと教えていただければありがたいなと思いますがす、ね。ぜひ <laughs> さんお願いします <laughs> これまでのいやあのそれほど自慢できる話ではないんでございますけれども一言だけ言わせていただきますと。 私第一線という通産省三33年やりましてあとアラビア石油の社長会長を1 4 5年やりましてであと無冠になってから弁護士ということで1 2三3年やってるんでございますけれどもその1 2三3年というのは結構自分の時間自分が主体的に時間を作れるという感じもございますのでそこで自分の健康法として。 やっておりますのが BMW なんです。<う>車ではございません。車じゃない。はい。バス、メトロ、ウォーキングと <laughs> いうことで、まあ、メメトロは岡山ないんでちょっとあれなんですけれども、<laughs> 要するにあ歩くというのがあのポイントでございまして、一<ー>日一万歩。 えを目標に、まあ、達成率7割ぐらいですけれども <laughs> えやっておりますのが健康,健康のもとということになっておりまして、まあ、あと余命、えー、分かりませんけれども、まあ、健康の続く限り続けてまいりたいと、うん、で、まあ、お岡山のためにもお役に立ちたいと思っているところでございます <laughs> ありがとうございます <laughs> BMW <笑><笑>ありがとうございます牧野学長いかがですか はい、あの実はあの昨年あの小中会長の,あの後輩法学の学生を集めてあの先ほどのリーダーシップ論をしていただいたんですけども、まあ、その時に先ほどの,あの小中先生の時代の話っていうのは今まで教科書で学んだことが実際に聞けたということで本当にすごい感激しておりましたしあの学生が。 中先生に健康法はどううでですかということいこ先ほどの BMW の話をお答えされておられました今思い出しましたあの先ほど太田市長の話で私すごいなと思いましたのが、まあ、あのその中であの老人たちがしっかり動くことによって介護率が減ってきたということで、まあ、やはりこれあのライフスタイル生活様式の違いといいますかやはりこれからの あの高齢化時代にとってはやはり健康寿命といいますかそれが重要でやはりこのしっかり動いてやっていくということは健康寿命の延伸にもつながりますしまた脳の活性化にもつながるというデータもございます、まあ、そういったことでやはりあのマインドセット気持ちを変えるということとこういった生活習慣変えるそれはやはりあの地域岡山ならではの魅力ではないかという具合に思います。 ありがとうございます。 そうです、ね、まあまあ、こういう時代だからこそというところもあるのかもしれませんけれども、それをまた後期と捉えて、いかに皆さん、県民の皆さんと一緒に進んでいけるかというところなのかなというご提言を本日は頂い,いたような気がいたします、えー。いろんなお話をお伺いしました、会場の皆さん、何かこのことを聞いておきたいなというご質問などありましたら、あの内容に関係なくても、えー、何かございましたら、挙手をいただいても、あありがとうございます、今ちょっとマイクを持ってきます。 お願いいたします。ありがとうございます。えー、すみません、あ,あの本当にあのお三方、内容の濃いお話をお聞かせいただいてありがとうございました。あの小中先生大先輩である小中先生にお伺いしたいんですが、あのレッド改造論本当にあのその当時あの爆発的に売れた一方でその後これによってまあ、土地高騰が起こった抜群、うん、の,ので結果的にあの。うん 生かしきれなかった部分があったんかなと思いますし、まあ、今は今度はデジタルだということでおっしゃられましたけどその列島改造論の中でやっぱり今でもこれは生きていくよとかもしくはこれは使えるよそれからここは見といてほしいよというのがあったら教えていただければと思うんですが列島改造論のですね理,理念といたしまして過密過疎の同時解消を図ると。 そのことのために道路も高速道路も高速鉄道も等々の整備をするというのがレッドカードのポイントですね。で過密過疎の問題は当時ほどではありませんけどまだ本質的に解決にはなってないと。でただ今のインフラは先ほども申しましたように データセンターであり情報通信網であるということなんでインフラの中身は前よりはちょっと変わったところに力点を置く必要はあると思いますけれどもやっぱり大きな流れとしてのレッドカード論のコンセプト東京,へ東京への流れを地方に変えようということ、まあ、地方への流れは多少増えてはいますけれどもまだ大きな流れにはなってないと。 まあそういう意味では、やっぱり政府としてもですね、えー、最近、デジタル田園、えー、都市構想なんていうのが出ておりまして、審議会も開かれておるようでありますけれども、ぜひとも、えー、第2列島改造論的な大きな流れを作っていただきたいなというふうによろしいですか。 え他にもう一問ぐらいは大丈夫でしょうか、はい、あ大丈夫でによく伺いしたいんですけど本当にあの素晴らしいリーダーシップでこう前に進まれているとでみんなからもう注目されていると。 で一方、それはどこでもできると言ったら失礼な言い方なんでしょうけれども、もっと広がってもいいように思えるんですけれども、市長から見て、他かの、まあ他の市長さんには失礼な言い方になるかもしれませんけれども、もっとここをやっていったらいいんじゃないかと、もっとここを力を入れていくべきだということがあったら教えていただければと思うんですか。あの決してあのマリアが全部順調にいってるわけではございませんので。でただあの、いや どうですか、ね、いや、それぞれの首長さんが頑張っていらっしゃると思うんですけども、マニュアに私は感謝するのはあの、意見はいろいろあるかもしれませんけども、足引っ張りがない。あのどう言いますか あ理屈なしの市長の言うことはとにかく何でも反対やという人たちが少数でもありますね決して少数意見は否定するわけではないんですけど、ね、ものすごく大変なんですよね、そういう意味では意見はいろいろありますけどもあのそういう意味での足引っ張りがないというのは本当にあの感謝しておりますしそれから、まあ、木材業界、他でもそうですけどなかなかまとまらないんですね。でそれがいろいろろ意見はあるけども をやろうかとだからバイオマス撮影なんかはそういういいにまとままとらないとできませんそれから医師会もマニュアル医師会大体病院経営とこんなこと言うとあかんかな病院経営としと会あの開業医あまり仲良くないんですよね。でマニュアルの場合両方ありますけどでもやはりその何きちっとまとまってくれるとかですねその良さがあるということに感謝しておりますしそれから私ども行政が全部情報公開です。 あのプライバシーとか除いてですねそういう形で、まあ、私も信念を持って、えー、もう要請いくばくもありませんから何も個人的利益全くありませんので <laughs> 思い切ったことを言ってちょっと人を傷つけることがあるかもしれませんけども、まあ、そういう情熱を皆さん持って皆さんに訴えかけていけばというふうに思いますそれと、まあ、人間関係を大事にするあの決してあのベタベタごまするとかそういうことはありません。本当にあの粉が 先輩に巡り合わせていただいたことも一つの人間としての財産でもありますけれどもやってればそういう応援団ができるあのそういうことで打さなくあのそういう方々との関係を結んでいくということなのかなと思っております。あの牧野学長ににも本当に全然初めちょっと ちょっっとと冷たかったかかななそれは仕方ないですよあのマニマなんてほとんどご存じないわけですからあのそういうところから出発ですけどずずしく押しかけたところからこういう関係ができるとそういう意味ではししさももいるかもしれません <laughs> そ,こらその辺り岡山がまとまりやすいって牧野学長先ほどおっしゃってましたけどコミュニティができやすいっていうのも魅力の一つですもんね。<laughs> <laughs> はい、まあそれがあの岡山の一つのあの魅力じゃないかというふうに思っています。うん、そこをまたぎゅっとねまとめてこれからも発信を皆さんにもしていっていただきたいなというふうに思います、えー。よろしいでしょうか。じゃあそろそろあのお時間となりましたので閉会とさせていただきます。皆様今日はどうも本当にありがとうございました。今一度大きな拍手でお願いいたします。 えー、岡山大学学長の牧野博文さん、そして真庭市の太田昇市長、そして元通商産業省事務次官の小永啓一さんでした、えー、今一度大きな拍手でお送りください、皆様どうぞ、えー、ご退場ください、あありりりががととううごござざいいまままししたたお世話になすありがとうございました。 フフ <laughs> いやー素敵です、もう人間的に皆さん、本当に魅力的な方々に内容の濃いお話をたっぷりとお聞きすることができました、長い時間にわたりまして、ありがとうございましたえ、ぜひ今日のパネルディスカッションを通じて、地方が、岡山がもっと輝く県になっていくきっかけになってくれればなというふうに思いますし、なんとなく明日からの私自身も糧をもらったような気がします、頑張っていきたいなというふうに力をいただきました。そして私たちがこのの岡山の魅力をより多く の人に気づいていただきたいという思いを込めまして、えー、今日の模様テレビで放送いたします5月14日土曜日の午後4時から地域創生シンポジウム地方が輝く時代へと題した30分間の番組をお送りします5月14日土曜日午後4時から、えー、もしよろしければ今一度ご覧いただければと思いますさらに、えー、またもう1回内容を聞きたい他のエリアの人にも勧めたいという方、えー、こちらも実はデジタル化が進んでおりまして本日の講演の模様 RSK ホームページの特設、えー、サイトでご覧いただけます。 お知り合いの方にもね県外の方にもお勧めいただければなというふうに思います RSK のホームページあるいはアプリから直接行っていただくことができますのでぜひご覧になってみてくださいなおこの後は係の者が誘導させていただきますので申し訳ありませんがもう少々着席のままご案内をお待ちいただければと思います本日は長時間にわたりましてお付き合いいただきましてありがとうございましたどうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいありがとうございました